2月12日月曜日午後2時になりました。 TBS ラジオコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はあの建国記念の日の、振り替え休日でお休みの方も、まあ普段通り働いているよという方もいますが、そうですね、なんか本当に赤坂よく晴れてますね。そうだね、このスタジオの窓からね、見れる青空もすごい綺麗ですね。すっきりです。私週末に犬の散歩してる時に、あのなんかこう散歩コースに大きめの寺が、お寺があるんですよ。でお寺の境内、犬 OK のお寺で、まあ、よくあの犬をあの散歩を連れてる人がいるんですけど、なんかこう向こうの方に桜みたいな、でももうちょっと低い花がこうパパパパパって白い花がその木に咲いてて、で、あ、梅かなと思って、スルスルスルって見に行ったら寒桜って書いてありました。寒い時に、はい、咲く桜で、そろそろ春なのねと思って、そんな休日でしたけど。カンだからカンにその話してくれたのかな。そうなんです、ちょっとだけカンさんのこと考えましたね。カン桜だ、あ、いいですね。ちょっと後で検索してみます。あ、はい、あ、でもあの寒い桜でカン桜の方です。いやでもいいの、カンだから、なんかちょっと私よく分かってないんですけども、はい、あの先週木曜日なんかあったんですか、なんか。そうなんです、レオさん、木曜パートナーの土屋レオさんと、オンエア前に30分くらいちょっと時間が、いつもより長めに空いたので、その間ずっとこう番組の話とかこうしていて、じゃあ2年目だからもうちょっとこう頑張ろうっていう叱咤激励をこうもらっていたら、それは放送前の話よね。放送前の話だから、まず俺はもう何の経緯も知らないわけよ。まあ、LINE のオープンチャット、はい、オープンチャットに、僕も参加させていただいてるわけですよ、はい、それで何か、なんかいつもと内容が違う、内容がバーって入ってたんですよ、はいはいはい、レンゲさんどうしたじゃないけれども、その後レンゲさんに対する温かいメッセージみたいなのがこうたくさん書いてあったんですね、でこれなんかあったんかと。あ、そう、私はそうなんですよ、でまあ、そういうこうなんかその激励タイムがあって、まあ、ちょっとだからそうよね、だからおったらなんかオープニングの時にちょっとレンゲさんが泣いちゃったんだっけ。そうなんですよ、泣いちゃったんです、泣いちゃったんだけれども、私はごめんなさい聞いてないの、その先週の木曜日を、だからちょっとことの、あの発端もわからないし何かあったんですかっていうことなんですよ、質問的にはね、はい、でそれで今何があったのっていう、で打ち合わせの段階の30分が、放送前の30分話すみたいなのがあって、でそこで私がこう急にどうなんか号泣してしまい、でその号泣すると自分ですごい動揺するんですよ、でその動揺を、ラジオショッピング の、 その原稿を読むっていうことで一回リセットしたんです、リセットしたんですけど、また話してるうちに、なんかこうジーンと来てしまい、号泣するっていう、放送の中でも泣いてしまう、何がこうグッときちゃったわけ。そうですね、なんかそのまた違うよ、俺今泣かそうと思って言ってるわけじゃないから、ね、いやいやいや、この顛末を知らないから何かあったのかなと思って、その話し合いの中で何かあったのかなとかさ、みんな思ったりするわけじゃんか。そう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 、そうなんですよ、なんかどうしたのかなと思って、ちょっとティッシュ使って持ってるから俺は、ね、今またちょっと思い出して、なんかこうあったの、はい、思うことがあったの、何か思うことがあったのかなと、なんかこう端的に言うと、自分がどういうラジオにしたいかっていうことをこう、もっと言語化しようって思ったんですよ、その30分前の話の段階話と、この間のその放送を経て思って、で私この週末こうなんか普段、その終電で絶対帰るんですけど、なんか朝4時まで飲んじゃったりして、いいよそれはいいよそれはいいよ、4時まで飲んで、でその4時まで飲んだ次の日もなんか火曜日の中継コーナーで行ったお店に行ったら、たまたまリスナーさんたちが本当たまたまいらして、でなんか
すごい、いや頑張ってるねみたいなこう優しいことを言ってもらって、いや頑張らなきゃと思って、まあ、そんなこんなもあって、その自分のラジオで今どういうことをやりたいかっていうのを、まあ、手近な言葉で言語化すると、弱い派ラジオを標榜していきたいと私は思った。弱い派ラジオ、はい、なんかあの小劇場の、いくつかの劇団で、勝手にその評論家の人が言っている弱い派っていう劇を、まあ劇団があって、有名っていう劇団とか、いい返事っていう劇団とか、贅沢貧乏っていう小劇場の劇団があって、そこの、いくつかの、やってる演劇の、テーマとして、そのメンタルが弱いとか、なんだろう、うまくいかないとか、その生きづらさみたいなことをテーマにしていて、でもそれをこうブラッシュアップして見せ物としてすごくいい作品にしていて、で私がそういうのをこう見ながら、すごく応援されているような気持ちになったりとかっていうのがあって、でなんか自分もこの弱いところっていうのは、なんか本当にこうすごいあるなと思うんですけど、それみんなあるよ、みんなあるよそれ。なんかこれはそのパッケージング、人間をパッケージングするためじゃなくて、なんかドキュメントとして面白く乗り越えていきたいなっていうのすごい思って、でもなんかちょっとすぐ泣いちゃうのは本当にちょっとどうしようって思ってます。いやいやいや、だからそういう風なラジオにしたいけれども、ちょっと自分の理想とはかけ離れてるんじゃないかっていう悩みみたいなのがあったってこと？それで泣いてしまった？違う、面白いってなんだろうっていうのか、面白いってなんだろう、それはそうだよね面白いってなんだろうとか、難しいよね、面白いってなんだろうは俺も毎日思ってるわそうですよね、なんかこうさらけ出すっていうことってなんだろうとか、なんかちょっと難しいなっていうのをすごい話してる間で思って、面白いって難しいよ。いやなんかその話せば話すほどこうドツボにはまっちゃうところが本当困ったなって思ってます。なんだろうな、その面白いを、面白いってさ本当難しいじゃんか、わかんないじゃん。だからそれをさあんまりこうなんかこう考えすぎないというか、一個こう軸、軸じゃないけど、これが面白いってなんとなく自分の中で思って、まあ、それが正しいのなんか分かんないじゃん、まあ、だってみんな面白いなんて考え方違うからさ、だからこうあんまり人の意見とかに全然左右される必要ないというかさ、なんかそんな感じでいいんじゃないかなんかもうそれはなんか考えすぎるよね。だって誰かの面白いを真似したって意味ないっす、なんか難しい本当に。なんか俺らはなんか面白いとか面白くないとか直結というか近い世界とかでやってたからさ、もう本当にそういう時あったよ、もうわけがわからんと、同じことや、同じネタやっても、この前めっちゃウケたのに今日全然ウケないぞ、そんな日によってもお客さんのテンションによってもみんな違うし、そんな面白いなんて考え出したらもう宇宙と一緒だからやめた方がいい。そうですね、ちょっとね、なんか考えない、そのいろいろ考えてで、やっていこうって思ったことはいくつかあって、もう本当にその話をスムーズに、進めるために、あの相手に質問するときはちゃんと分かりやすく質問するとか、そういう、こう基礎的なところなんですけど、あとはなんかオンエア中は元気にやろうと思ったんですよ。それはいいことよ、それはいいことよ、レンゲさんはレンゲさんらしくやればいいのよ。でもなんか、そのラジオを、昨年のコネクトが始まる前のアダプトから、何回放送中に泣いてるんだろうって思ったら、あの先週の木曜で4回泣いてたんですよ、まあ、結構多いなと思って。でもいいんじゃない、そういう人間味だって面白いじゃん、だってね、だって今ちょっと面白いもん
すげえスピードで泣いてますよ。そうなんですよ。だからその涙を重く捉えない、自分自身も重く捉えたくないし、菅、うん、さんにはあ今日もなんか泣いてるんだなっていう感じで見てもらえてて、いやいや全然全然だって、だって俺もだからもう1年弱さ、はい、こうやってやってきて、まあ、だんだんこうレンゲさんってこういう人なんだろうなとかさ、思ってきてるし、まあなんかそれがあれなんじゃない、素直でいいんじゃないの、うん、なんか俺は別に全然なんか泣いちゃいけないっていうルールがあるわけじゃないでしょ、分かんない、俺はラジオをさ、うん、あのずっとこうちゃんと聞いてきたわけじゃないからさ、うん、だからその先週の木曜日もね、はい、その聞けてないっていうのもあるけれども、だからまあでも俺は俺のその確固たる意思でね、うん、ちゃんとこう聞いてないわけよ各曜日を。じゃあ絶対聞かない理由はあるんですか。だってなんかこうあれじゃん、影響されちゃいそうじゃん、ああラジオってこういう風にやった方がいいんだとか、うん、それでさ誰かのさ言うことをさ、うん、あのこの日はこの曜日はいいのに、うんうんうん、とかっていうのがあったとしたら、はい、あじゃあああいう風にそういう曜日にしようってやったらさ、うん、もう意味なくない。まあだいたいどこもこう調べて近寄っちゃう、そう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 、うん、釣りとかと一緒よ、はいはい、なんか向こうが釣れてるぞっつってさ、ええ、そっちに行ってさ、うんうん、今度は向こうが釣れてるぞっつってあっちに移動してってやってさ、うん、もうなんかさもう自分が自分でなくなってしまう、うん、だったらもうこうやって、ね、釣り竿投げて何かかかんなくても、うん、とりあえずそこにいよう、うん、まあ、それでその釣れなかったら、まあ、その日は仕方なかったんだ、うん、でもそれでも待ち続けてさ、まあ、たとえ釣れなくても釣りが好きって人いっぱいいるじゃん、うん、この時間が好きなんです僕はっていう人もいっぱいいるから、うん、なんかそこブレてたら、うん、なんか自分らしさじゃなが出ない気がするからね、うん、だからあえてあえて聞かないっていう、うんうん、これはねそういう、だからあれですよ、皆さんの各曜日が、はい、嫌い好きとかあるわけじゃないですよ、うんうんうん、この人が気に食わないとか単純に、だからもうそれが理由、俺は平等にもう自分の釣り場で釣りをする。俺はもうだからそう、そのもうこの自分がラジオっていうものを聞いてこないです来てるから、うん、こそなんかこうね、レンゲさんとこうやって2人でやる、そうですね、ラジオこういう時間が、うん、ね、作れていったらいいなっていうのがあるから聞いてないって、うんうん、だから木曜も聞いてなくて何があったのかなって思ってオプチャがオプチャがなんかもうすごくそうなんですよ。でなんかその新しくまたデスノートみたいの作ったんですけど、ああ作りなさい作りなさい、なデスノートはクソみたいな気分を分かりたいときは今日のことをこと細かく思い出すって書いてました。いいこといいこと、たくさん埋めてこ、はい、頑張ります、頑張りましょう。
お送りした曲はラブサイケデリコでフリーダムでした。フリーダムっていい言葉ですね。自由、自由なのよ。自由か、結局ね、結局みんな自由なの。そうか、うん、そうですね。そう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 。うん。ねえ、ねえ、フリーダムすぎるって。コーラ飲んじゃいました。ねえ、俺びっくりしたよ。台本全然進まねえなと思ったら、なんか急に飲み物飲み出してる。コーラ美味しいと思って。うん、はい、うん。それでは今日のメニューです。うん、3時からはリスナーお助け調査企画、缶コーヒー買ってきて、はい、缶さん今日は、はい、今日はですね、先週からスタートした1988年前後音楽フェスで女性が歌っていた曲についての調査です、はい、でこちらの調査報告ができるということなので、我々も内容はまだ知らされてないんですよね。はい、はい、どうぞお楽しみに。はい、はい、4時からはゲストコーナー、月曜から遊び話です、うん、今週のゲストは書評家の助真さん、うん、今回は世界的ピアニスト藤田真央さんのエッセイを、ご紹介いただきます、はい、4時35分頃からはオプチャでコネクトです、うん、番組の公式 LINE オープンチャットを使った日替わりのコーナー、うん、オープンチャットでもみんなリスナーの人の優しい心に本当に救われました。私も一応入ってます。ありがとうございます、はい、月曜日はメンバー1989人に聞きましたです、はい、今日のテーマは去年1年で、何冊の本を読んだか、うん、回答の締め切りは午後3時までです。まだ間に合いますので、ぜひ番組のオープンチャットにご参加ください、はい、そして5時からは日替わりのコーナー、月曜日はクイズ本物は誰だです、うん、今日の本物はエレベーターの匂いが好きなのは誰だ。難しいって、フリーダムすぎるよ。フリーダムです、お題が、むず、難しいよね。エレベーターの匂い、カンさんは好きですか？私は割と好きな方かもしれない、今考えてみて。でも全然意識したことないかもしれない。だからこれ本物の人はいいですけど、はい、偽物の人なんていうのかめちゃくちゃ興味ありますね。そうですね、うん、はい、ぜひお聞きください、はい、さてコネクトではオープニングの内容からテーマを決めています、はい、それではカンさん、今日のメッセージテーマお願いします。はい、涙涙ね、いろんな涙がありますよ、まあレンゲさんはちょっと涙もろいっていうことですけど、そうなんです、なんか、ね、情緒がガバガバなんですよ。でも僕もね、お酒飲んだら結構もう涙腺なんかぶっ壊れてますよ。あ、そうなんですか、うん、もうほんとすっごい泣いちゃう、本当にもらい泣きはもうしちゃうし、もう結構何見ててもドキュメントとか見ててもすぐバーってなっちゃいますね、まあ、いろんな涙あると思うんですけどね、うん、嬉し泣きだったり、なんかこうカンさんは、私は女性同士の友情というか、はい、あの女友達、ずっと付き合いの長い女友達に急にその、うん、全ての SNS をブロックされたことがあってからあの、うん、女2人もの、女の友情ものとか、うん、あとはその2人が仲違いするものとか、うん、ずっと末永く女2人が仲良くやっていくものを見ると本当に泣くんですけど、うん、どっちの、それはどっちの泣きなんかいいな、羨ましいなとか、いや羨ましいな、2人とも幸せで会ってくれっていうことと、うん、あとそれができなかった愚かな私みたいな、両方思うところがありますね。俺はその男性友情ものがすごい好きですね、なんかこうバディーものとかが泣いちゃう。かっこいいですよね、うん、あの若者のすべてってドラマが、はいはい、すごい昔にあったんですけど、もう好きすぎて何回も見てて、もう同時に同じセリフ言えるぐらい見てて、それがめちゃくちゃ好きなんですよ、その友情が、はい、友情系好きかな、友情系、うん、まあ、いろんな涙あると思いますけど、はい、笑い泣きしちゃうとか、笑い泣きもあると思うし、うん、教えてください、ね、はい、聞きたいです、うん、はい、ということでメールの宛先は、うん、connect@tbs.co.jp、 connect@tbs.co.jp です。コネクトはアルファベットで CONNECT です、うん、メッセージを紹介した方にはステッカーをプレゼントいたします。 TBS ラジオ、そして長崎佐賀の NBC ラジオで放送中のコネクト、 YouTube でも生配信中です、うん、あ、すいません、今ちょっとね、あのコンって、ああマイクにね、お前大丈夫大丈夫、フリーダムだから、フリーダムにやらせてもらってます、午後5時半までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。お願いします。コネクト、コネクト、コネクト。
時刻は2時23分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの内山健二さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、お伝えします。沖縄県宜野湾市で女性を意図的に路上に放置し、タクシーに引かせて殺害したとして、警察は女性の知人の男を逮捕する方針です。この男は先月27日の未明、沖縄県宜野湾市の国道で58歳の女性を路上に放置し、タクシーに引かせて殺害したとして警察が捜査していました。で、当初は事故と見られていたんですが、防犯カメラの映像などから男が自力で歩くことができない女性を路上に放置し殺害した疑いがあることが分かったということです。男は女性の親族に対する別の脅迫事件ですでに逮捕されていて、警察は殺人の疑いでこの男を再逮捕する方針です。新潟県湯沢町で昨日スノーボードをしていて遭難した4人が今日救助されました。新潟県警によりますと、この4人は昨日湯沢町の苗場スキー場のコースの外でスノーボードをしていたところ、身動きが取れなくなったと警察に連絡してきました。で、警察などが捜索を始めたんですが、昨日は天候が悪く捜索が中断されて、今朝から捜索が再開されて4人を救助したということです。この4人は栃木県や埼玉県の20代から50代の男女で、怪我などはないということです。男子マラソンの世界記録を持つケニアのケルビン・キプタム選手が11日交通事故で亡くなりました。24歳でした。ケニアからの報道によりますと、キプタム選手は運転していた車が横転し、一緒に乗っていたキプタム選手のコーチとともに亡くなったということです。キプタム選手は去年10月のシカゴマラソンで2時間0分35秒という世界新記録を樹立して、今年夏のパリオリンピックでも活躍が期待されていました。ケニアの青少年スポーツ芸術賞は SNS で、ケニアはこの上ない宝を失った、言葉もないと記しました。この時間のニュースをお伝えしました。内山健二さんでした。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁から桜井園子さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速の上りは大和トンネル付近、追い越し車線で乗用車4台の事故の処理が行われています。10キロ厚木からは45分。中央道の上り小仏トンネルでは3キロです。首都高速道路は三郷線の下り加平での工事の影響で、中央環状線の内回りは小菅ジャンクションで2キロ四つ木からつながっています。神奈川県内は平塚の国道129号を上り、昭和寺入り口交差点、事故の処理が続いて2キロ近く。また国道15号下り、川崎消防署前では事故の処理が続いて1車線規制中です。埼玉県内は埼玉マラソンのため、コースとなる新都心周辺や国道463号バイパスなど通行止めが続いています。影響で122号を上り、大門では1キロ以上です。警視庁から以上です。桜井園子さん、ありがとうございました。次の交通情報は2時52分頃にお伝えします。続けて今日のお天気です。この後は関東も九州も穏やかに晴れるでしょう。最高気温は13度前後で、昨日と同じくらい日向では過ごしやすい陽気です。空気が乾燥しているのと花粉が飛んでいるのでご注意ください。この後は快適生活ラジオショッピングです。
メッセージのご紹介です。今日のメッセージテーマは涙ということで、はい、さいたま市のラジオネーム赤猫さん、35歳男性の方です。レンゲさん、カンさん、こんにちは。こんにちは。昔はそんなことなかったんですが、30代になってから涙もろくなりました。隣のトトロなんて見るたびに号泣してしまいます劇場公開時、ホタルの墓と同時上映だったと知り、とても映画館では見られなかっただろうなと思いました。気になる映画作品があっても劇場で号泣してしまいそうでなかなか行けないんです。だからソフト化されるまで待って家で見ながら号泣します。アルコール入っていると特にですね。そう、人と飲んでいる時はご陽気者ですが、一人で飲んでいる時は泣き上戸です。わかる。わかりますか。 俺からなんですか俺からなんです。埼玉市の赤猫さんです。わ、かるよ。いや、そうなんですね。あの隣のトトロは大人になってから見ると、本当にこれって涙が出る映画なんだなっての思います。ちょっとそのイメージなかった。大人になってから見たことなかったかもしれない、子供がこんなに頑張ってるって思ってもう泣いちゃう。いや、初めてのお使いとかさ、はい、やばいよね。あれはやばいですよ。あれやばい。カンさんは初めてのお使いで泣くタイプですか。もうあんなのも俺大変よ、俺飲んでる量より多く泣いてるかも、あるんですよ。今ネットフリとかでもあるから。 ありますね。配信でも見られますね。そうだからあんま見ないようにしてるとんでもなく泣いちゃうぞって、ね、子供の成長ってなんであんな尊いんだろうと思いますね。群馬県太田市のラジオネーム白熊さん、女性の方です。私の娘は昨日泣いていました。自分の部屋で密かにバレンタインのチョコレートを作っていましたが、上手にできなくて泣いていました。今日また材料を作ってきて作りました、はい、今度は私も手伝って上手にできて嬉しくて泣いていました。誰にあげるだろうかわいいね。いいですね。いや、かわいらしいですね。こんな思いのね、乗ったチョコだったら絶対に成功してほしいよ。そうか、もうバレンタインか。あ、そうですね。明後日です。明後日バレンタインじゃん。すいません、今日ちょっと手ぶらで来たんですけど。いやでも、カンさんはそのバレンタインデーチョコレートを仕事上たくさんもらうじゃないですか。なんかまあ、そのね、例えば現場とか、まあ、レンゲさんとかと、例えば、まあ、バレンタイン近かったりしたらこれどうぞとかみたいなことですよね、はいはい、そうですそういうのは、はいはいはい、そういうのってやっぱこう人によってもらって素直に嬉しい時と、はい、いや、まあ本当は甘いもの好きじゃないしなっていうのこう両方いろんな気持ちあると思うんですけど、はい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 、カンさんどうですか。嬉しくないですね。よかった、はいはい、いや、そうなんじゃないかなと思って、本当良かったです。本当良かった。手ぶらできたんです。本当良かったです。良かったです。ありがたいです。手ぶらできて良かった、逆に本当にありがとうございます良かったです。安心しました。でもなんかこう失敗してるの見たことありますよ。僕姉妹なんで、なんか失敗してた、失敗したやつくれるんですよ、一回めっちゃ失敗したからこれあげるねって言われて食べたら、本当にこれマジで焼きそばの味したんだよ。焼きそばの味ですか。チョコレートですよね。そう意味わかんないよね。ソースが入ってた。よかったね、あげなくてって思った。私も炭の味のクッキー作ってたあります。そう。
コネクト。こんにちは、まるまるです。この時間は関電工ほか各社の提供でお送りします。TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。パンサー官僚太郎です。ここからはこんにちは〇〇ですから始まる声のお便りコーナーです。今日はどなたでしょうか。フリーダムで、うん、早速〇〇さん、こんにちは。こんにちは、ピアノトリオバンド HZL の HZM です。スタジオの石山レンゲさん、はい、パンサー菅さん、はい、そしてコネクトリスナーの皆さん、はじめまして。HZ寮でピアノを担当しております HZM と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。我々 HZ 寮ですが、ピアノ、ベース、ドラムのピアノトリオ、ベースの HZ ニレさんとドラムの HZ コウさんの3人で活動しております。来月にはホール公演、4月からは4年ぶりとなるスタンディングライブツアー、5月には毎年恒例となっています子どもの日スペシャルライブが決まっております。スタンディングライブは久々でして、盛り上がることになりますでしょうから、とても楽しみです。少しばかしメンバー紹介をしますと、ベースの HZ ニレさんとドラムの HZ コウさん、この2人も愉快な人たちでして、HZ ニレさんはもう武士のような人なので、演奏中に顔に蚊が止まっても微動だにせず演奏するという後でプクッと膨れていたというニレさんですけども、そしてドラムの HZ コウさんは夏、もう真夏の暑い時にですね、頭が暑かったらしく、コウさん坊主頭なんですが、アイスコーヒーで頭を冷やしていて、でこぼして背中にビシャッとアイスコーヒーをこぼしていましたという方でございます。はい。そして今月2月1日にワーキンという新曲をリリースしました。こちらは2019年から毎月1曲新曲を配信リリースしており、現在は72ヶ月連続リリースに向けて制作しております。ワーキンは YouTube で HZ の楽曲を紹介してくださったビジネス系 YouTuber の方がいらっしゃいまして、その動画を拝見し、何か一緒にやれたらということで、彼の YouTube チャンネルのテーマ曲として制作しました。テーマがゴリゴリ営業ということでしたので、日々お仕事をされている方をイメージしながら楽しんで聴いていただけるような楽曲になればと思いレコーディングしました。聞きどころとしましては、まあ、とにかく聞けばバリバリ働けることとなるでしょうと思います。この後この新曲ワーキンをオンエアしていただけるとのことで、はい、ぜひ楽しんで聴いていただければと思います。以上、ピアノトリバンド HZ の本日誕生日 HZM でした。おめでとうございます。お誕生日、お誕生日。ピアノトリオバンド HZ リオからピアノ担当の HZM さん、お誕生日おめでとうございます。では早速2月1日リリースのワーキンをお聞きください。どうぞ。お聴きいただいている曲は HZ リオでワーキンです。
かっこいいですね。かっこいいね。確かにこう頑張りどころだっていう時に聞きたいよね。いや毎日聞こう締め切りだみたいなね。そうですね今だっていう時に、うん、とっとろ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 こう一生懸命働けそうな気がします。そう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 。HZM さんは東京事変さんの元メンバーでもいらっしゃいまして、うんうん、でこの群青日和でもこの、 あの鍵盤を弾いていらして、はい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 、そんな人とまさかここでコネクトできるとは、ね、ちょっと嬉しかったですね。ありがたいですね。はい、独特のなんかこう渋い声でかっこいいですよね。そうですね、お話しされるとこんな感じなんだっていうのは、うん、あの改めてちょっといい魅力を再、ね、あの知れたなという感じが。メンバーの方も ね武士のような方と、はい、あのコーヒーを冷たいコーヒーを頭からかぶる方と、うんうん、個性的結構ロックな。そうですね、うん、コメントにもありましたライブの情報など詳しくは HZ リオのホームページや SNS をご覧ください、うん、以上こんにちは〇〇ですでした。コネクト。こんにちは、まるまるです。この時間は関電工ほか各社の提供でお送りしました。ここで TBS ラジオ交通情報です。道路交通情報センターから山口久美子さん、お願いします。はい。関越道の上りが事故のため渋滞しています。関越道の上りは嵐山小川インター付近で事故のため2キロ、さらに埼玉県の新座料金所で乗用車同士の事故の影響で5キロ渋滞しています。藤岡ジャンクションから練馬インターまでの所要時間は1時間10分です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近であった事故の処理は終わりましたが13キロ渋滞しています。神奈川県の国道129号線の厚木市方面からの上りは平塚市昭安寺入口交差点付近で事故のため1キロ半の渋滞です。首都高速道路は三郷線の下りが小杉ジャンクションで工事のため中央環状線の内回りの四つ木まで2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。山口久美子さん、ありがとうございました。次の交通情報は3時31分ごろにお伝えします。ここで今日のお天気です。気象予報士の座間妙子さん、お願いします。お願いします。東京赤坂はもう雲一つない青空が広がっていますけれども、はい、お二人今日どうですか。寒かったですか、暖かかったですか。ちょっと暑かったかな。そうですね、暖かいかなと思ったんですが、うん、外出た瞬間はちょっと風が冷たいような印象です。そうなんです。ちょうど、ね、人によって感覚が分かれるような、今東京赤坂 13.6 度でちょっと都心より高めなんですけれども、うん、だいたい 12、3 度くらい。日向では暖かいんですけど、うんうん、ちょっと日陰に入るとやっぱり寒いなっていうような天気になっています。
日向ばっか来ちゃったんでね。あ、いやいいですね。やっぱでも日向探しますよね。そうですね、日向探してね。確かに日陰を通ってここまで、ね、暖かいですよね、はい、さ今週もっと暖かくなります。え、はいはい、え明日今日が大体12、3度ですね。明日が東京16度、長崎が18度の予想です。でさらにその先東京で見ていくと水曜日が19度、木曜日が20度。あ、20いきます。20いきます。あ、嬉しい。4月中旬頃の気温で、はい、その暖かくなるのが水木なんですが、水曜日ですよ、さっき話が出てきた、あ、バレンタインデー。あ、バレンタインデーだ。そうなんです。なのでチョコを持っていく予定の方はちょっとあの気温には気をつけていただきたいのと、うん、もらう予定があると思っている方も、うん、あの保冷バッグなどやっぱり持っていく予定があると思っている方。でもなんかチョコレートあげて相手のカバンから保冷バッグ出てきたらちょっとなんか、まあ、確かにね、あ、いいね、 こいつもらう気満々だなっていう思っちゃいますね。そうですか、カンさん、もらいたくない派ということでしたけど、水曜日お仕事ありますか？水曜どうだっけな、あると思いますよ。 あると思いますけど、いただかないんじゃないかな。いやでも保冷バッグを持ち、ぜひ保冷バッグもらって出かけちゃいます。カスカで帰ったら恥ずかしいですよ。出かけてください。、はい、で天気で見ると明日まで関東も九州も晴れますが、水曜木曜九州で雨、関東は雨降らない予想ですが、木曜金曜が今週曇りの予想になっています。うん、であのもうね、花粉しっかり飛び始めているので、もう涙もね、レンゲさん、花粉のせいですよ。あ、そっか、もう花粉わー、花粉もあるって。あります、あります。しっかりそのあたりも、はい、対策またしていってください。ありがとうございます。はい、そうですね、ございました。気象予報士の座間妙子さんでした。この後は皆さんから届いたメッセージのご紹介です。今日のメッセージテーマは涙です。はい、中央区のラジオネーム、あー骨休みさん、30歳男性の方です。レンゲさん、カンさん、こんにちは。こんにちは。年を取るにつれて子どもたちの合唱に涙腺がやられるようになりました。はい、はい、つい先日、近所の小学校の前を通りかかった時、うん、生き物係のエールの合唱を練習する生徒たちの歌声が教室から聞こえてきました。うん、途端に小学校時代の思い出がいろいろと蘇ってきて、ポロッと涙がこぼれてしまいました。小さな頃は合唱の練習なんて正直面倒だと思っていたんですが、ある程度大人になってから聞くと、こんなにも心が揺さぶられ感動するものなのかと驚きました。うん、もっと真面目に練習をしておけばよかったです。あ、わかります。子供たちが頑張ってるだけでね、来ちゃうよね。あの卒業ソングとかいろいろ合唱曲あるじゃないですか。はいはい、さよなら友よっていう曲が、さよなら友よ、さよなら友よっていう、ちょっと音程合ってます。いや合ってますよ。友よ友よっていう、なんかこうハモリが入るんですけど、それ初めて私小学生の時練習した時、歌詞があまりにも悲しくて泣きましたもん。さよならと思って。すごいね、感受性が。そうなんですよね。ちょっと聞いてみますね。聞いてみてください。泣いちゃうと思います。東京都足立区のラジオネーム、玉戸八角さん、44歳男性の方です。サザエさんでカツオがサザエさんに冤罪で怒られたりすると泣いちゃいます。うわ、すごいな、それは。カツオは悪くないじゃん、なんでサザエさんは調べもせずにカツオだと決めつけちゃうのと、悔しくて悔しくてカツオの気持ちを考えたらもうダメです。カツオからでしょ、このメール。
話の終わりに真相が判明してサザエさんが謝り、カツオは笑って許してあげるところが一番泣いちゃいます。確かにね、家族にサザエさんで泣いているところを見られたくないです。いやいや、すごいよ、めちゃくちゃ一番涙もろいんじゃない。そうですね、うん、今のところ一等賞かもしれません、うん、一回も泣いたことないわ。ごめんなさい、これに関しては分かるわって言えないわ。いやでもそういう時でグッと来る時もありますよ。ある、サザエさんでも。サザエさんがまだもうだって仕方ない、カツオがもう悪さしすぎてるから。いやでもなんか理由があっての悪さの時もあるじゃないですか、カツオなりの理由が。そんな真剣に見たことないんだ、ごめん。あのストーリー性のものとして。そうですね、そうそうそう、そのものと。ごめんね、じゃあ俺も今度からカツオの気持ちになって一回見てみるわ。結構モヤモヤするかもしれないですね。そしたらね、もう一つです。三重県のラジオネームポンポンペインさん、25歳女性の方。 TikTok を見ていたところ、うん、ウミガメが産卵するシーンが流れてきました、はい、卵を産みながらカメは泣いていました。私もなぜか泣いちゃいました、はい、あくびや涙見てると映っちゃいますよね。あくびや涙ね、うん、ウミガメね、ウミガメね、あれ本当ポロポロ綺麗な涙を流しながら、まあ、そうっすよね。だから動物弱い人は一定数いますよね。いますね。レンゲさん無理って言ってたもんね。あの犬がちょっと悲しい目に遭う映画とかは避けてますね、うん、いや確かに確かに、うん、俺もでもそうかもな、うん、あのロケットに乗った犬とかさ、はい、ああいうのはもう泣いちゃうね。泣いちゃいますよね、うん、あのそのライカ犬の漫画があるので、うん、今度持ってきますね、うん、うわちょっと泣きながら見ようか。確かね、ライカの星っていうあのタイトルだった気がするんですけど。いやあれとかをね、ちょっと動物はね、もうでも動物はねとかもう何でもだよね。だってもうカツオだもんね。カツオ、まあカツオは人ですけどね。うん、まあどんどん年取ったらもっと来るよ。そうですね、うん、うわどうするんだろう、3時間半泣くじゃんのかな。いいのよ。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は3時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの官僚太郎です。ここからは曜日パートナープレゼンツの日替わり企画コネクトネット。月曜日はこちらです。缶コーヒー買ってきて。さあ今週も始めましょう。缶コーヒー買ってきて、略して缶コーヒー。リスナーの皆さんから寄せられた調査依頼に対し、月曜コネクトのスタッフと優秀なるリスナーの皆さんが総力を挙げて何とかしますよというコーナーです。はい、今日は調査報告です。改めてどんな依頼だったのか、レンゲさんからお願いします。はい、依頼者の方はラジオネーム海文さんです。缶、うん、さん、レンゲさん、こんにちは。こんにちは。長年探してどうしても見つからない、心に残って離れない曲を探してもらえませんか。はい、その曲は1988年前後にどこかのテレビ局で流れた音楽フェスで歌われていた曲です。うん、歌っていたのは女性。1988年前後という数字は同じフェスで歌っておられた荒木真希彦さん、1988年リリースのデビューシングル1999を、よく覚えているからです。はい、歌手もタイトルも分かりませんが、うろ覚えの歌詞とメロディーが今でも頭から離れません。うん、
君に届け私の声、愚かな言葉に魂を注ぎ込み、君に届け君に届け私の歌という歌詞だったと記憶しています。昨今流行りの対話型 AI に聞いても歌詞で検索しても見つからず途方に暮れています。どうぞよろしくお願いします。追伸、音楽フェスは確か九州の方面で開催されたもので、他にバンドアップビートなどが出演していたと思いますということです。はい、1988年前後、でね、歌詞を検索しても出てこないってことですよね。はい、およそ40年、まあ、経たないかぐらい前ですかね。音楽フェスにて歌われていた曲、はい、歌っていたのは女性、覚えている歌詞は君に届け私の声、愚かな言葉に魂を注ぎ込み、君に届け君に届け私の歌。どういうテンポなのかね、ちょっと暗そうな感じなのかな。この子なんだろう、ウェットな雰囲気の歌詞だったらすごくこう明るく朗々と歌うと、またなんか雰囲気変わったりするんですかね。そうね、ちょっとやっぱだから聞いてみたいよね、我々もね、はい、聞きたいですね。さあ、それでは調査報告してくれるのは月曜担当の構成作家の佐藤健さんです。よろしくお願いします。お願いします。調査報告に入る前に、今日痛快ダインさんが番組を見学に来ておりまして、はい、先週ね、先々週ですかね、はい、先々週か、私はこれがやりたいで番組を見学したいというメールを送ってくださって、それを受けてレンゲさんがぜひという、はいはい、おいでくださいよって言ったら、はい、本当に来てくださって、今日はありがとうございます。ありがとうございます。痛快男子さんは私がオープニングで号泣した、しだした途端に、はい、バッとこうブースで立ち上がっていただいて、座ってたのが急に立ち上がってもニコニコしながら決定的瞬間を見たぞっていう、サッカー観戦のゴール前みたいな、シュートドロドロドロみたいな感じでしたけど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ調査報告に行きますね。はい、先週からスタートした調査ですけれど、1週間で12人の方から情報が届きました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、早速1枚ご紹介します。新潟市の49歳男性、秀拓さん、はい、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。1980年代後半で音楽フェスと聞いて思い出すのは、新潟のポップロケッツと広島のピースコンサート、この2つですが、九州方面というとピースコンサートではないでしょうか。ピースコンサート、ポップロケッツ、その1980年代って聞いて、音楽フェスがすぐ思い出すんですね。すごいですね。お二人この、ピースコンサートはなんとなくね、聞いたことあるかもしれませんけれど、ポップロケッツって、多分秀拓さん新潟の方のもしかしたらね、行かれたのかもしれないですけど、はい、ちょっと聞いたこと、ちょっと私はない、僕もないかな、っていうかすっごい昔からやっぱりもう当たり前ですけどフェスってあったんですか。フェスというふうに呼んでたか分からないですけれど、あったんですね。で調べましたら、新潟のポップロケッツ、これ1988年に始まった JR 東日本主催の野外ライブイベント、これ多分93年か4年ぐらいまでやってたみたいなんですけれど、新潟の湯沢中央公園野球場で夏に開催していました。まだ多分夏フェスという言葉自体はなかったと思いますけど、僕が野外イベントですね、でユニコーン、レピッシュ、ジュンスカイウォーカーズ、ブルーハーツ、ルナシー、リンドバーグなどなどが出演していた。めっちゃ豪華、豪華ですよね。そういうのがポップロケッツ。で広島のピースコンサートについてはまた後ほどということで、はい、続いてじゃあこのメールをレンゲさんからお願いします。はい、文京区の39歳男性、キリングガンスさん。レンゲさん、カンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。ラジオネーム海文さんの調査依頼、1988年前後の音楽フェスで流れていた曲について調べてみました。海文さんがおっしゃっていた音楽フェス、荒木真希彦さんが出演していた、アップビートも出演、テレビ中継していたという情報をもとに調べてみると、広島ピースコンサートという音楽フェスが該当しました。おお、これもう1個前のメールで出てますね。そうですね、広島ピースコンサート、
こちらですね、南こうせつさんが中心となって1986年から95年まで10年間開かれたコンサートなんですが、最後の年1995年の広島ピースコンサートのパンフレットより南こうせつさんの挨拶文、ちょっとレンゲさん読んでいただけますか。はい。思えばこの10年、世界は変動の渦の中でした。ベルリンの壁の崩壊、ソ連の崩壊、アパルトヘイトの撤廃、湾岸戦争、天安門事件、そしてボスニア紛争などなど、人間という生き物は平和という名のもと悲惨な戦いを何度となく繰り返してきました。そしてその度に戦争に関与していない子供や女性たち、それからこの大地さえも深く傷ついてきました。人の歴史は今世紀で終わりません。僕たちの子供からそのまた子供へと永遠に引き継がれていきます。いつの日か争いのない、核兵器のない、信頼に満ち溢れた世界がやってくるよう祈りつつ、僕たちはまた歌い続けていきたいと思います。この10年間平和がいいに決まっている、お合言葉にピースコンサートに出演していただいた多くのミュージシャン並びにスタッフ、そして応援していただいたお客さん、本当にありがとうございました。8月6日広島、人類に初めて原爆が落とされた日、僕たちは決して忘れません。南こうせつ。合言葉が、はい、平和がいいに決まっている、そうですね、それはそうですね。そうですね、なんか本当にこう今の状況とこう照らし合わせてこの言葉を考えちゃいますね。南こうせつさん今も平和を訴え続けてね、歌っていらっしゃいますけれど、はい、こんなのが広島ピースコンサートというイベントでした、で調査報告に戻ります。はい、広島ピースコンサートアップビート出ているってありましたよね、アップビートは88年89年91年と3回出ているんですけれど、もう一人のヒント、荒木真彦さんが出演したのは1989年の1回だけなんですよ、ということでこちら89年の広島ピースコンサートの出演者の一覧ありますけれど、ちょっと女性どんな方がいるか見てもらえますか。ですね、アン・ルイスさん、アン・ルイスさん、片桐あさみさん、永井真理子さん、ドリームズカムトゥルーさん、ドリカムさん、バービーボーイズ、竹下美里さん、松下さとみさん、アン・ルイスさん、片桐あさみさん、ドリームズカムトゥルー、永井真理子さん、バービーボーイズ、松下さとみさん、そっか、あとは男性ボーカルの方ばですよね、彼だから、そうですね。で、まあ、アン・ルイスさんとか永井真理子さんとかドリカムさん、バービーボーイズさん、なんか分かりますよね、片桐あさみさんと松下さとみさんってお二人、僕はちょっと分からない、私もちょっとあんまり、初めて伺います、でキリングガンさんからのメール続きがあるのでご紹介します。私が調べた限りでは出演者をもとに調べるとこのフェスしか該当はありませんでしたので、1989年の広島ピースコンサートと仮定し調査を続けました。でそのフェスに出演していた女性アーティストですが、ドリームズカムトゥルー、永井真理子さん、バービーボーイズ、片桐あさみさん、松下さとみさん、アン・ルイスさんの6アーティストです。キリングガンさんすごいですね。すごいですね、よくここまでたどり着いたなと思います。でこの6アーティストについて1989年までに発売されていた楽曲を聴けるだけ聴いたところ、依頼者さんの記憶されている歌詞に近い歌詞の曲が一つだけ見つかりました、それはシンガーソングライター片桐あさみさんの私の歌です。こちら1988年9月に販売された曲です。1988年のね、だから俺も6歳とかだから、レンゲさんまだ生まれてない、生まれてませんね、片桐あさみさんの私の歌、ちょっと聞いてみたいですね。聞いてみたいですよ、どんな曲なんだろう、聞いてみたいですが、その前に、片桐あさみさんの私の歌この CD を持っていたという方からメールが届きましたので、こちらのメール菅さんからお願いします、桜市男性ケサランパサランさん、
缶コーヒーで協力できることができたので初めてメールしました。ありがとうございます。ありがとうございます。テレビ局で流れた音楽フェスの女性アーティストで、歌詞が君に届け私の声、愚かな言葉に魂を注ぎ込みとのことですが、私が知っている曲にあなたに届け私の歌、未熟な言葉に魂を注ぎ込みという歌詞が何度も使われている曲があります。お、その曲のタイトルは海文さんの記憶の中の歌詞にもあった私の歌です。歌っているのは北海道出身の片桐麻美さんです。ちょうど1988年頃オールナイトニッポンの木曜日2部を担当していました。私は当時学生で毎週毎週片桐麻美さんのラジオを楽しみにしていたのを思い出しました。ラジオでは私の歌についても話していて、ギターの弦を少しいじって録音したと話していたと思います。片桐麻美さんの歌はギターの弾き語りがほとんどで、歌詞はどれも強烈で心に残る歌詞です。しかし残念ながら今は引退してしまいました。 CD を持っていたのですが、残念ながら昔の車のオーディオの中に入って出てこなくなってしまい、あるねこれ昔 ね、それがお別れになってしまいました。だけど歌詞カードは手元にありますので添付しました。ご確認ください。もし海文さんの心に残っていた歌が片桐麻美さんの私の歌であれば、同じく今でも私の心に残っている曲なのでとても嬉しく思いますということです。ほう、これ出てこなかったんだ。出てこなかったら悲しいですよね。昔ね、はい、10枚とか6枚とか入れれて、うん、あったのよ。車の中にこうガチャコンって入れて、はいはい、CD チェンジャーみたいな、そうそうそう、はい、あれよく出てこなくなってて、なるんですよね。でも歌詞カードは持ってますと。ありがとうございます。持っていたということで、これアルバムですかね、知恵の悲しみという片桐麻美さんのアルバムの中の1枚私の歌という歌詞カード。確かに、あなたに届け私の声、はい、未熟な言葉に魂を注ぎ込み、あなたに届け、あなたに届け私の歌っていう歌詞がこう何度も使われていますね。片桐麻美さん、わあ、かっこいい曲ですね。で、もう一方、ラジオネームフレンズさん、はい、この方もあの仕事の合間にいろいろと調べてくださったんですけれど、片桐麻美さんのオールナイトニッポンの概要を送ってくださいましたので、ちょっとご紹介します。はい、放送期間は1988年1月7日から89年5月25日まで、はい、パーソナリティはシンガーソングライター片桐麻美、うん、前年1987年11月にデビューしたばかりで初のラジオレギュラー番組が本番組であった、はい、フリートークや番組の内容などは自分やリスナーの日常生活からテーマを拾って構成されるものが主で、番組の雰囲気も彼女自身のキャラクターに合ったと言われる淡々としたものだった。ただ笑うところでは声が裏返ったりすることもあった。リスナーからの投書は封書で送られてくるものが大半だったと言われ、便箋10枚にもわたる長文のものもあったという。そのような手紙を全文読み答えるなど一通にかなりの時間を費やしていたこともあった。また手紙に対し沈黙したり、うーんうーんと繰り返しては言葉を探し、考えあぐねている時間が長く、放送事故寸前といつも番組スタッフに言われていた。1989年5月25日の最終回も通常通りのコーナーなどの進行をした後、エンディング前に自らの曲私の歌を弾き語りで歌唱、みんなどうもありがとうのラストコメントで番組を終えた、うん、オープニングテーマ曲はエルトン・ジョンの Your Song、 今かかってますけれど、こういう番組、片桐麻美のオールテンド日本とやっていて、最終回でも私の歌を弾き語りで歌ったということなんですけれど、多分すごい言葉を大事にしてる方なんですよね。そうですね、多分ね、うんうんって言葉を考えあぐねちゃう、うん、はあ、確かに。でも気になるな。気になりますね、この私の歌の歌詞カード手元にあるんですけれど、うん、いつの間にかたくさん服を買い込んでしまった、あなたに振り向いて欲しかったから、うーんうーんと、なんか私もこう読んでいるだけでうーんうーんとこう自分の中にある言葉を探してしまうような、この普遍性のある
一節がいいですね。お逆にちょっとレンゲさん似てるなと思いましたよ。なんか今日の放送頭で聞いてて、うんって言葉を、でも丁寧に言葉を扱うところとか、そうですね、うん、だから逆にもう本当に曲にもうとにかく興味が湧いてきちゃ う、ね、どんなメロディーだったのかとか、うん、歌声もどんな感じかって気になりますね。うん、お待たせしました、はい、うん、では曲紹介、じゃあ菅さんからお願いします。あ、わかりました、はい、ラジオネーム海文さんの今も心に残って離れない曲はこの曲で間違いないでしょう。片桐麻美、私の歌。
お送りしたのは1988年9月リリース片桐あさみ私の歌でした。確かに強烈ですね。そうですね、言葉がこの伸びやかなで、なんだろう、意志のはっきりしたこうお声と、なんかこうやっぱ聞き入っちゃいますね、片桐さんの歌。ケサランパサランさんが、どの曲も歌詞が強烈だって言ったのが、もうこの曲一曲でなんか分かりますね。そうですね、なんかすごいよ。だからね、技術と技術をつなぎ合わせれば文化になると思い込んでる人たちに私は復讐する。私もここおーって思いました。だからこそ、ここのここ結構ちょっと印象的じゃないですか、復讐っていう言葉が出てきてる、だからこそあの海文さんが、今回この曲を探していた海文さんが、私の声って愚かな言葉っていう風に変換しちゃったのかなと思ったんですよね。なるほど、未熟な言葉ですけど。そうなんですよ、本当の歌詞はね、未熟な言葉に魂を注ぎ込みだけど、愚かな言葉にっていう変換しちゃってるのかなと思ったんですね。すごいよ。すごいですね。いやー、なんかおしゃべりな絵描きや説明が得意な小説家はもうたくさんで、はい、僕そこも赤線引いてますね。なんかこうラインを引きたくなっちゃうような、その激しさとこの実直な感じが、やっぱりこう一回聞くと忘れられませんね。すっごい僕なりの要約ですけども、上っ面で話すんなよと。いやでも本当そうですね、そんな歌詞がそんなような感じが込められてんじゃないかなって思っちゃいますけどね。復讐するとこう宣言した後に、あなたに好かれるような部屋にはまだ住みたくない、そう使い古した言葉にた、ね、輝き込めて話し続けたい、もうね、そんな新しい言い回し、おしゃれな言い回しとかじゃなくてもいいから、もうちょっともうね、心の底から話そうぜみたいな。これオールナイトニッポンのその最終回どんな感じで歌ったのかね、弾き語りでこれをめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。いやでもすごいいいなって思っちゃいましたし、やっぱかっこいいし、この夜のラジオでこれが聞こえると、やっぱりもう手を止めて聞き入っちゃいそうですね、やっぱり決して明るいメロディーじゃないけど、やっぱ刺さりますね。そうですね、海文さんもね、おそらくこれテレビで一度見ただけで、この言葉フレーズだけ覚えてずっとね、30年以上前の歌をずっと心残ってたっていうことで、いやそうですよね。でも確かにこの僕らは今初めて聞きましたけど、もう記憶に残ってますもんね、36年前って私にとっては自分の一生よりももっと長いので。年月は生まれてないですよね。生まれてないので僕でも5歳とかですからね、そう。いやでもいいですね、その記憶に残り続けるだけの強さのある曲ですね、だからラジオもちょっと聞いてみたいなと思っちゃいましたね。聞いてみたいですね。他にも情報送ってくださったゆずようかんさん、一蔵さんもありがとうございました。ご紹介できなくてごめんなさい、申し訳ないです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。もうこれで間違いないですよね。おそらく海文さんももしよろしければ、メールまた送っていただけると助かります。答え合わせもぜひさせてください。ありがとうございます。ということで本当にありがとうございます。缶コーヒー買ってきて、通称缶コーヒーでは、リスナーの皆さんからの調査依頼情報をお待ちしております。宛先はconnect@tbs.co.jp です。紹介させていただいた方には番組オリジナルのストロー2本をお送りします。また缶コーヒーは各種ポッドキャストでもお聞きになれます。ぜひご活用ください。以上、缶コーヒー買ってきてでした。
時刻は3時29分。ここで最新のニュースです。ニュースデスクの内山健二さん、お願いします。はい、お伝えします。国民民主党は今日党大会を開き、今後も与野党を問わずに政策本位で連携することを柱とする活動方針を採択しました。活動方針では自民党派閥による政治資金パーティー裏金事件について、政治への信頼を根底から揺るがす大問題で看過できないと批判し、厳しく対処するとして国会改革や選挙制度改革を先導することを表明しました。そして今後も与野党を問わずに政策本位で連携することを掲げました。玉木代表は4月の衆議院補欠選挙や次の衆議院選挙を見据えて、太く強い政党にしたい、一緒に戦ってほしいと呼びかけていました。アメリカで道路を走行していた自動運転のタクシーが群衆によって破壊されました。自動運転のタクシーを運用しているアメリカ、グーグルの関連会社によりますと、破壊されたのはサンフランシスコ市内で、自動運転していたタクシーで10日市内の中華街を走行していたところ、旧正月を祝っていた群衆が取り囲んで窓を割り、花火で放火したということです。当時乗客はおらず、怪我をした人はいませんでした。アメリカでは各地で自動運転の車を使った実証実験が行われているんですが、車両への悪質ないたずらが相次いでいます。兵庫県姫路市で昨日行われたマラソン大会で、レースが無効になるというトラブルがありました。トラブルがあったのは、昨日行われた世界遺産姫路城マラソンの5キロのコースで、およそ800人がエントリーしていました。実行委員会によりますと、5キロのコースはフルマラソンのコースと重なっていて、フルマラソンの選手が通過した後に折り返しのコーンを設置する計画だったんですが、フルマラソンのランナーの通過が終わる前に5キロのコースのランナーが折り返し地点に到達してしまったために、コーンを設置することができず、一部のランナーが折り返せなかったということです。この5キロのコースは無効となって、実行委員会は、一生懸命練習してきた皆様に心よりお詫び申し上げますとコメントしています。この時間のニュースでした。内山健二さんでした。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から長谷川真紀子さん、こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、伝えします。東名高速道路上りは御殿場インター先の白旗トンネル付近で事故のため2キロ、さらに上りは綾瀬スマートインター付近で11キロ40分、中央道上りは上野原インター付近路肩で事故の影響もあり4キロ半を20分、小仏トンネルでは3キロ、
関越道上りは嵐山小川インター付近での事故の処理終わりましたが11キロ、さらに上りの新座料金所付近事故の影響で5キロ10分です。首都高速道路は工事が行われているため三郷線の下り小菅ジャンクション付近車線規制が行われています。この影響もあり中央環状線の内回りは小菅ジャンクションで4キロを45分です。神奈川県内では国道129号を上り、平塚市昭安寺入口交差点付近での事故の処理終わりました。警視庁から以上です。長谷川真紀子さんでした。次の交通情報は4時30分ごろにお伝えします。メッセージを紹介します、はい、今日のメッセージテーマは涙です。川崎市のラジオネームくまくまパニックさん、はい、こんにちは、初めてメールします。ありがとうございます。私はかなり涙もろいです、うん、喜怒哀楽すべてがすぐ涙に直結してしまいます。レンゲさんじゃん。一緒ですね、冒頭レンゲさんが涙混じりにご自身の気持ちを話されているとき少し自分と重なってもらい泣きしそうになりました、私は一人でずっと抱え込んで、抱えて考え込んでいることを誰かに伝えようとすると思いが強すぎるのか話しながら泣いてしまうことがあります、うん、すっごいわかる、レンゲさんはコネクトのことを一生懸命考えているからこそ強い思いが涙になったのかなと勝手ながら想像しました、うん、ありがとう、不特定多数の人に伝わるからラジオでは様々な工夫が必要かと思いますが私はレンゲさんの実直でまっすぐで素直な気持ちが面白いにつながるんじゃないかな、うん、たくさん聞きたいなと思っています、うん、これからも応援してます、うん、ありがとうくまくまパニックさんギュッいいじゃない。いや嬉しいです。そうなんですよ。でもこういうタイプの人私だけじゃないんだなって思いました。同世代ぐらいの、ね、そうですね、あのレンゲさんと同世代、うん、93年生まれですと書いてくれました。いいじゃないいいじゃない。なんか一緒に泣いてこうくまくまパニックさん泣きたい時は、うん、出ちゃうもんねポロロンって、うん、高崎市の40代女性ラジオネームみつろくさん、うん、レンゲさんかんさんこんにちは。こんにちは。涙の思い出ですが、今高校1年生の息子が幼稚園に通い始めた3歳の頃、うん、園バスを利用していました、うん、朝はご機嫌で用意するのにいざバスが来ると泣いていました、うん、10日ほど経ったある朝息子が急にお母さんもう僕泣かないって決めたからと言いました。もういいじゃん。宣言通りその日から息子は泣かずにバスに乗り元気に登園するようになりました。もともとあまり泣かない子だったので泣くことに心配していましたがなんだか凛々しく感じた出来事でした、うん、レンゲさん泣きたい時泣けてくる時は泣くのでいいと思います、うん、そういう時もあるのです、うん、みんな私を泣かせようとしているのですお母さん、お母さんです。ありがとうございます。レンゲさんのお母さんじゃないよね。いや私の母ではないですね、うんうん、ちょっとなあのもう40代女性ではないので、うん、いやでもそうですね、子供がその、うん、泣かないって宣言して、うん、毎朝行くっていうのは大きい成長ですね。どうだったんだろうね、覚えてね、あんまり小さい頃の思い出ないよね俺で、あ思い出した、でもあったわ。ありましたそう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 、なんかあの車で送り迎えしてくれてたんですよ親が。で僕があの帰る時にあの後ろのドアがトイレ行きたいって、はいはいはい、トイレ急に行きたいから帰る前にね、うん、トイレ行ってくるって言ってドア開けっぱなしにしたまま出てっちゃったんですね、うん、でトイレ行ってたんですよ、はいはい、そしたら僕年子の妹いるんですけど、年子の妹が1分ぐらいしてからそのドア閉めたんですよ、ね、パターンで、はいはいはい、そしたら親乗ったと思って僕がそのまま出発するっていう、はい、で
僕トイレから帰ってきたら親いないわけですよ、はいはい、車がないわけですよ、ええ、その時泣いたな。泣きますね、うん、なんか菅さんのお話聞いててなんかその時の気持ちってどうだったんだろうと思っちゃった。でもすごいなと思ったのが、はい、僕走って帰ったんです。お家までそう強い子そう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 頑張りましたね、うん、大問題になったらしいですよ。まあそうでしょうね、うん、まあでも子供ってちっちゃいからちゃんとこう目視しないと、うん、そうそうそうついついねそういうこともありますよね。 今みたいに携帯がないから、もうパニックになっちゃった。確かにどこに行ったんだろう。そうそう玄関前に行ったんですわあ、あの時は多分泣いたね。なんか私もその小学2年になってからなんですけど、うん、あの転校したての時になんか気づいたら後ろであの石山が泣いてたって、うん、今も仲いい友達に言われるんですけど、うん、なんで泣いてたか覚えてるって聞いたら、あのトイレに行きたいって言えなくてその場で漏らして泣いてたよって未だに会うたびに言われますね。僕もその時言ってたよ、だからどうしても言えなくて泣いちゃうことある。あるよね。だからうちの妹がそれで家に帰ってたら、もうずっとシクシク泣いてるんですって、その車の中で、でどうしたって聞いたらママがお兄ちゃんのこと捨てたってなんといやいや違うんだ、お前が1分ぐらい経ってから閉めたからって、うん、いやでも、うん、自分で帰ってこれてよかったですね。そう帰ってこれてよかった、うん、よかった、ここで一曲菅さんの選曲でおかけしたいと思うんですが、はい、そうですね、はい、あの缶コーヒーでもありましたけど僕も昔からずっと聴いてる曲でしたね、はい、あの先週もそうだったんですけど、はい、まあ、昔からずっと聴いてる曲があるんで聴いてください、ピアノゾンビでベイベーベイベー。さあ聞いてもらってるのはピアノゾンビでベイビーベイビーベイベーベイベーって言っちゃうのね、はい、やっぱおじさんなんですけどベイベーって言っちゃうんですよね。ごめんなさい間違えて。おじさんになるとベイビーがベイベーになるんですか。ベイベーになっちゃうんですよ。あベイビーって言わないベイベーベイベー、そうそうベイビーベイビーです。ベイビーベイビー、そうですね。まずこのバンドも声が好きで、あとなんかこうコミックバンドみたいな感じなんですよ、はい、そのフロントマンの方がもう思いっきり白塗りしてて、うん、まあ、キーボードやってるんですけどそのキーボード一切弾けないっていうあのアルバムタイトルも最初の方を弾けなくてとかまだ弾けなくてとか、私もピアノゾンビさん一度、ライブで拝見したことがありまして、最初ピアノゾンビの、その、骨抜きマンさんという白塗りの方が棺
に入って運ばれるんですよね。そこからこうバーンって出てきて、うん、なんてかっこいいバンドなんだと思ったんですよ。そうでもパフォーマンスとか面白いんだけど、曲めっちゃかっこいいっていう。いいですね、うん、でこの曲は結構なんかちょっとエモめの曲なんですけど、うん、これ以外にも結構盛り上がる系もね、うん、たくさんかっこいい曲あるんで、はい、よかったらぜひ聴いてみてください。ありがとうございました、はい、お送りしたのは菅さんの選曲でピアノゾンビベイビーベイビーでした。
タバタドタバタする。そう、かわいいね。モンスターズインク。ああ、モンスターズインクね。モンスターズインクもいいですよね。怪物がバタバタするっていう。バタバタする映画。モンスターズインクも良かったよね。良かったですよね。うん、熊本市の、ラジオネームこう、あ、とんこつさん高2男子の方です。はい、うちのじいちゃんが男が見ていい女の涙は感動と笑いの涙だけだ、うん、そして悲しい涙を止められる男になれとよく言います。ということで教室でアホなギャグをやって女子を爆笑させたことがあるんですが、うん、涙が出るほど笑わせすぎた結果、うん、いい加減に仕上がれとブチギレられ膝蹴りをされたことがあります、うん、じいちゃん俺が泣きそうだよいいことだけどね。いいことですよ。そんななんか涙が出るほど爆笑させられたらただすごいことだね。すごいですよね、うん、ただおじいちゃんの教えとしてはダメだとそうですね、難しいところですね、うんうん。
お送りした曲は TBS ラジオ今月の推薦曲、直樹でジグソーパズルでした。TBS ラジオコネクト、月曜日は石山レンゲとパンサー菅良太郎さんでお送りしています、はい、改めてこの後4時からはゲストコーナー、月曜から遊び話です、はい、今週のゲストは書評家の助真さんです、うん、今回は世界的ピアニスト藤田真央さんのエッセイをご紹介いただきます、はい、そして4時35分頃からはオプチャでコネクト、月曜日は番組公式オープンチャットに参加しているメンバーでランキングを作っちゃおうという企画、メンバー2005人に聞きました。お、うん、今日のテーマは去年1年で何冊の本を読んだです。うん、うん、そして5時からクイズ、本物は誰だ、今日の本物はエレベーターの匂いが好きな人です。難しいね、楽しみですね、楽しみですね、うん、メッセージを紹介します。今日のメッセージテーマは涙です。うん、神奈川県のラジオネームエビカツ目白くさん、23歳女性の方です、はい、最近私が涙した時は、うん、友達の SNS を見ている時です、うんうん、学生時代の友人は結婚したり子供が生まれたり仕事を頑張っていたりする中で、うん、私は深夜に友達の SNS を見ながら芋づる式に他の同級生を探して現状を見ている時、みんな頑張ってるのに何してるんだろうと思って泣きました。わかるよ、あたしかな、あたしかと思った、次の日の朝牛丼を食べたらなんだか全部どうでもよくなったので今は元気です、フリーダムです。よかった、めちゃくちゃ明るいメールじゃん。よかった、そうめちゃくちゃ楽しい人だろうな。だいたいこういう時お腹が空いてるってことはあるんですよね。はい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 、うん、なるほどね。本当にでもね、あと今エビカツ目白くさんは23歳でいらっしゃいます。私と9個ぐらい多分違うんですけれど、うん、9年後には友達の子供の成長を楽しめるようになると思う、うんうんうん、仕事もへーって応援できるようになると思う。でも牛丼食べてなんだか全部どうでもよくなる人は絶対明るいんで大丈夫。そうそうそう、なんかあったらすぐ牛丼食べよう。埼玉県上尾市のラジオネーム日本酒ポンポンさん、31歳男性の方です、うん、はい、自分は学童の職員をしており、うん、この時期になると保護者が主催する卒業を祝う会に招待していただきます、はい、保護者の方が主催なので6年生の子どもたちは招かれる側、うんうん、1年生から6年生までのスライドショーや保護者の出し物、転勤した先生方からのビデオメッセージ等々用意されています、うん、来賓として出席している自分ももちろん泣きそうになりハンカチ必須なんですが、ある年、隣に座る学童にも来ていた6年生の男の子がスライドショーを見ていて、うん、みんなと離れ離れになるのが悲しいのかボロボロと泣き始めました、うんうんうん、友達や先生と離れ離れになる悲しみ、親への感謝、それは正しい涙、間違ってないぞ、それで泣ける君は素敵だと背中を叩きながら言ってあげました、うん、それを見てまたこちらも泣けてくるんですよね、うん、卒業、出会いと別れの季節です。はあ、いいですよ ね、 ね、これは素敵だ。素敵ですね。中学校の卒業式、うん、全然中学好きじゃなかったんですけど、うん、誰よりもボーって号泣しました。俺も泣いたかもな、高校。泣きました。俺高校当時読んでるんですよ。当時読んだんですか、はい、すごい。俺めちゃめちゃギャル王で、当時先生に行けって言われて、はい、ね、まあ、お前その堅苦しい言葉使わなくていいから全部自分の文章でいけって言われて書いて、絶対そんな風なことなんないと思ったんですけど、はい、なんか読んでる最中にみんなのこう顔見えるじゃないですか、はいはい、ちょバッてきちゃって、うわ、うん、ねえ、なんでっていうね。いい高校時代ですよ。もう本当自分でもびっくりしたんですけど、うん、当時はそんな涙もろいとか持ってなかったんで、うん、どんなことを書いてたんですか。いや、なんかもう本当にギャル王の言葉で書いてました。ありがとうピースみたいな。お疲れっす。うわ、いいですね。お疲れっしゃみな、お疲れっしゃみたいな。で号泣、うん、いやだから多分みんなもびっくりしたと思うし、うん、俺もびっくりしたし、うん、なんかそういうそんなキャラじゃないでしょみたいな。でもあったんでしょうね、あの頃から。卒業マジックってなんかありますよ ね、 ね、意外とだから今度からまたその時期だからね、だから今自分にも言ってもらえたような気がします。正しい涙、間違ってないぞ。
それで泣ける君は素敵だと。ありがとうございます。お疲れっす。お疲れっす。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は4時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサーの菅良太郎です。ここからは曜日代わりのゲストコーナー。月曜日はこちらです。月曜から遊び話。月曜から遊び話、今日のゲストは書評家の助真さんです。よろしくお願いします。助真です。よろしくお願いします。こんにちは。前回はユニバーサルスタジオジャパンについての、書籍をこうご紹介いただきまして、はい、本当にその回でも助真さんの USJ 愛が溢れて溢れて、お恥ずかしい限りですなったんですが、あのテーマパーク経営を、研究されている中島めぐみさんが、来てくださった時にも、あの助真さんは見学にいらしてたんですけど、途中からあの USJ の魅力を語ってプレゼンもしていただいて、乱入させていただきました。その説は、はい、ありがとうございました。いやありがとうございます。いや僕も泣いてしまいまして、USJ の推しダンサーが引退しましてですね、めっちゃ泣きますね。ちょっと一緒にしていいか分かんないんですけど、いや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 、それはもう本当に泣くと思います、はい、泣きましたね。あ、そうでしたか。でも、はい、その後 USJ であの丼食べて元気になりました。あ、よかった。 USJ 丼もあるんです ね。いろいろあります。いろんな感情を動かしてくれるんですねUSJ は。感動がありますね、はい、ということで助真さん、今日はどんな本をご紹介いただけるんでしょうか。はい、今日はですね、先日世界的な指揮者でもある、はい、小澤征爾さんが、はい、亡くなられてしまったんですけれども、はいはいはい、小澤さんは音楽としては本当に比類のない天才だと思うんですけど、うん、僕は同時に言葉の名手でもあったと思うんですね、うん、私の音楽武者修行というですね、自伝のようなエッセイがあったりとか、うん、作家の村上春樹さんと対談をされてたりとか、うん、結構言葉に関してすごく繊細で豊かな方だと、うん、で僕は結構音楽家の方の文章っていうのが好きなんですね、うん、例えばですね、作家の芥川龍之介の息子は芥川康氏という作曲家でして、結構有名な人なんですね、うん、でこの人もすごくいい文章を書いて、もうこの人の結構言葉に僕は音楽を教えてもらったなとか、その人がどういうことを言ってるかというと、音楽というのは沈黙という芸術に対峙するものであると。はー、要は沈黙というのがすでに美しい、で、うんうん、音楽家、我々音楽家はそれに対して音色というものを、使って沈黙を破ると。だから沈黙に勝たなければいけない、うん、はいはいはい、って言ってるんですね。沈黙よりも美しい音楽を作らなきゃ。なるほど、はい、沈黙が芸術だからね。そうなんです、そうなんです。で、あるいは、ダン・イクマさんという、はい、この方も結構有名な音楽家の方がいるんですけど、うん、この人本当にたくさんエッセイを書かれている人で、うん、でこの人がですね、あるエッセイの中でその音楽と言葉の違いということについて書いてるんですが、その言葉、よくエッセイを書くと、ダンさんが、うん、で今まさにエッセイを書いているって書くと、うん、もう書いているそばからその書いていることが過去になってしまうと、もう常にその書いてる瞬間にもその書いてるって事実が次のもう1秒前、うん、2秒前になってしまうと、うん、でも音楽というのは時間が支配する芸術なんですね、うん、つまり例えば読書とか美術と絵を見るっていうのは、うん、こっちに時間の所有権があると、うんうんうん、本だったら1ページに何分かけてもいいし、さーっと読んでもいいし、うん、
美術展行ったら絵も絵の1枚の絵の前で5分いようが1時間いようがこっちの自由なんですよね、うんうん、でも音楽というのは常に流れていってしまう、はい、それが言葉と音楽の違いでいつも難しいっていうことをダンさんは書いていまして、うんうん、でその後実際にダンさんはいろいろなそのいかに言葉でそのリアルタイムに追いつくかっていうことを巧みに展開していくっていう素晴らしいエッセイがあるんですけど、面白そうですね。これはあのパイプの煙っていう本の中に入ってるんですが、まあちょっとそういった音楽家の人って本当になんかいろいろと面白いなと、要は動いている音楽というものに対してあの常に止まる言葉でなんとか表現を与えていこうとする、ちょっとそういうですね音楽家の方のエッセイの中で僕は最近本当昨年末に出た本で、とびきりいいものがあるのでちょっと紹介させていただきたいと思っております。もう気になる、気になりますね、それがこちらです。藤田真央指先から旅をする。はい、こちらはですね藤田真央さんという世界的ピアニストの方です。はい、まだ若くてですね、1998年の生まれ、今25歳ですが、2017年18歳の時に、クララ・ハスキル国際ピアノコンクールという、超大きな国際コンクールで優勝されまして、翌年には世界三大コンクールの一つとされるチャイコフスキー国際コンクールで第2位に輝くなどしてですね、世界的な注目を集めていまして、もう世界中のあらゆるオーケストラとも共演する、そしてドイツのクラシック音楽界で最も権威のある賞の一つであるオーパスクラシック賞、そこではですね、ヤングアーティストオブザイヤーに選出されるなどですね、まあ、ちょっと僕もよくわからないところなんですけど、とにかくすごい、すごいですね。はい、でこの藤田さんが、初のエッセイを刊行されました。はい、文藝春秋から出た、指先から旅をするという本ですね、はい、こちらなんですけれども、はい、このピアノの前で藤田さんがあの写ってらっしゃる表紙が印象的な本なんですけれども、本屋さんで見たことある気がします。あ、本当ですか、はい、今多分すごく並んでると思います。はい、ありがとうございます。はい、この本の中では演奏した音楽とか、あとは世界各国で出会ったあの音楽の巨匠ですとか、あとは食事などなどについて、綴られるんですけれども、まあ、とにかくその言語化能力が高いし、音楽に向き合い続ける覚悟からなんかすごく僕は背筋が伸びるんですね。でなんか僕はあの音楽っていうものがよくわからないんですよ、好きなんですけど、別に絶対音感があるわけでもないし、お二人は音楽ってどうですか、聞いたりとかプレイしたりとかされますか。聞くはしますけど、私も聞くはするし好きですし、一時期あの音楽雑誌で、インタビューの連載をやらせてもらったことがあって、でその期間は特にその音楽ってなんだろうって考えることが多かったんですけど、言語化するの本当に私は難しいなと思いながらやってました。確かにね、その言語化っていう意味ではしたことはないですね、その後の音楽がこうだとかっていうエッセイを書いたこともないですし、っていう感じですね。こういう世界的なピアニストの方が一体何を考えて演奏してるのかとか、ちょっと気になるじゃないですか。気になりますね、そうしたことを結構つまびらかに丁寧に書いてくれているというのが、この本でして、でその中でも藤田さんは特にモーツァルトをすごく得意とされているんですね、モーツァルトと聞くとちょっと敷居高いなとかいろいろと思うんですけど、藤田さんの言葉を聞くとすごく身近になりまして、その中でも、モーツァルトのピアノソナタ第10番という曲があるんですけど、この曲でこの藤田さんはもう人生が変わったと、ピアノにはこんなにも可能性があるのかということで、目が見開かれて、今に至るということを書かれていまして、実際にちょっと今日はなのでそれをまずは聞いていただこうかと、藤田さんのこの演奏でですね、ちょっとお聞きいただきます。モーツァルトピアノソナタ第10番です。
はい、その途中なんですけれども、うん、引き続きバックで流していただきまして、はい、まあ、こうしたモーツァルトについて藤田さんはコロコロ音色が変化していくところ、うん、モーツァルトの音は音数が絞られごくシンプルに作られているので1音たりとも無駄にできないっていうふうにおっしゃっていまして、うん、まあ、まさに明るい曲だったかと思うんですけど、なんか軽やかなね。そうですね、こう軽やかでかつこのリズムを、奏でている部分とのなんかこの奥行きというか、うん、その聞いた時に立体感を感じて、あ、こういう曲があるんだっていうのは楽しく聞きました、うんうん、はい、こんな可能性があるのかってこれを聞いてでも思う、その感性を、うん、このエッセイの中に書いてあるってことですか？あ、そうなんです、そうなんです、うん、例えばそのなんでモーツァルトにそんなに惹かれたのかっていうところで言うと、うん、まあ、まずこの藤田さんという人は芸術もちろんピアノがお好きなんですけど、うん、その奥にある人間に興味があると、うん、どんなものでも例えばお料理を召し上がってもそのシェフが何を考えて作ったのかとか、うん、美術とかでもこの画家何したかったんだろうみたいなのを考えるっていうところで、うん、モーツァルトにも人間的にまず魅力を感じたと。この曲を聴いて、まあ、この曲とか多分いろいろと、まあ、色々聞いて、はい、聞かれて、うん、でその中でもですね、物事を少し斜に構えながら捉えようとするところとか、周りの目を気にせずどんどん新しいことを目指して作曲するところで、いたずらや遊び心を忘れないところ、なんかそういったところがご自身にも似てるというふうに書かれて、すごく惹かれたと書かれてるんですね、うん、はいはい、まあ、実際にこの曲も美しいんですけどちょっとこうコロコロしてるようなユーモラスなところがあって、そうですね、これ多分藤田さんのそういうモーツァルト解釈が存分に生きてる演奏なんだと思うんですね、うん、はあ、そこまで考えてるっていうのは、はい、ピアニストが何をね、弾きながら考えてるかっていうのをちょっと考えたこともなかった、うん、そうですね、なんとなくそのうまいなとか、うん、あ、綺麗だなというところまでは分かるんですけど、うん、なんでこの曲を選んだのか、どうしてこんな風に弾いてるのかとか、うん、考えながら聞いたことは私はなかったですね。そうですよね、読めるってすごく嬉しいですね。いや、そうなんです、そうなんです、実際にどうやって楽譜を読んでいるのかとか、うん、そういう話もかなり丁寧に開陳してくれていて、でなんか僕も少し音楽一応好きは好きで多少ちょっといろいろと調べたりする範囲ではあるんですけど、はい、なんかその音楽を演奏するってどういうことなんだろう、うん、なんかみんなが演奏、何が違うが生まれるんだろう、うんうん、どうやって上手い人が演奏したら何、どうやって差が生まれるんだろうっていうのがずっと気になってたんですよ、うん、で、それは逆に言うと僕ら文学を読む人間がやっていることとすごく近いなとあると気づきまして、うん、まずは僕らがどういうことをしているかというと、ある作品を読んでいろいろと感想が生まれるじゃないですか、うん、はい、例えば菅さんと同じ漫画を読んで、うん、絶対同じ感想が生まれることはあんまりないと思うんですよね、うんうん、菅さん全く同じではないですよ、はい、うん、でも菅さんにしか感じないもの、蓮華さんにしか感じないものっていうのがいろいろあると、だ一つの作品を巡ってもいろんな感想が生まれる、うん、でこれを実際にですね、文芸評論家のハンス・ロベルト・ヤウスという人物は、解釈と作品と解釈というのは、うん、楽譜と演奏のようなものだっていうふうに例えてるんですよ、うん、なので翻ると音楽もまさにそういうもので、うん、一つの楽譜という、まあ、一つの作品があって、そこからどれだけこう素敵な感想演奏を引き出せるかっていうのが多分演奏家のやっていることなんだと思うんですね。だから落語とかもそうだって言いますよね。そうですね、そうですね、うん、確かにこの決まった文言がある中でどう、うんうん、やっていくかっていうのは、そうそうそう、それも演奏に近いと思いますよ。そうですよね、このピアノでいう、うんうん、解釈ですからね。コントも近いところありそうですね。コントはまあそれをまんま同じことやるってことはないからあれなんですけど、でも性格は絶対出てますよ、うん、みんな、あ、うん、ネタに、うんうん、こういうふうにその人々によって感想というか解釈というか、どういう思いを込めて弾くか、うん、で藤田さんの場合にはそこが作曲家の人生に迫っていこうとする、うん、それを何よりも丁寧にやるんだっていうことで、まあ、この本の中でモーツァルト、まあ、他の作曲家もそうなんですけど、いろんな作曲家とこうどん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 仲良くなっていく様子といいますか、うん、いろいろと人生を調べたりとか、その音楽の中で、あ、ここは意外といたずらを仕掛けてるな、うん、ここは決めたいんだなっていうのを徐々に徐々に楽譜と自分の演奏で迫っていくっていうのが、うん、まあ、この本の中ですごく丹念に語られていまして、なるほど、はい、でもう一つすごいなと思うのは、さっき音楽は時間の芸術だと、はいはい、常に流れていってしまうっていう話をして、ダン・イクマさんという方は
エッセイ文章を書くそばからこぼれていってしまう、うん、でも藤田さんは演奏の瞬間っていうのをなんとか言葉で捉えようとするんですよ。例えば実際にですね、ある演奏について1音目を出した、いい音だ、弾き始めて間もなく、うん、目線の先で人影がこちらへやってくるのが見えた、 ある式あの偉大なマエストロが上手側のピアノの前に座って背中越しに私の演奏を聞いている、うん、なんという光景だろうと一瞬思うも、慌ててすぐに曲へ没入したとかですね、なんか感情ような感情を、まあ、これはなんかいろいろと周りの風景とか見てるんですけど、実際にその演奏してる時にこんなこと考えてるとか、うんうんうん、あちょっと失敗しちゃったかなとか、うん、そういうのなんかリアルタイムで書いてたのみたいな、うん、すごいこう臨場感あふれるというか、はい、生々しくその見えてくるような描き方、切り取り方ですね。そうなんです、そうなんです、すごい。いやだからファンの方からしたらすごい嬉しいですよ、嬉しいでしょうね、うん、より深くその曲を聴けるというか、うん、そうですね、そうなんです。でこの自分が行ったことのあるそのライブとかも、うん、あこの人はこんな気持ちでこのピアノの前に向かってたんだとか、うん、想像するとドキドキしますね。そうですね、うん、多分いてただ聴いていただけだったらわからなかったこととか、はい、あこういうことを考えて演奏されてるんだなとか、それで言うととにかくいろんなそういうなんですかね、音楽に向き合うときに比喩で説明してくれることが多いんですよ。ある例えばホールに行ったときですね、そのフランスの作曲家たちの、音楽を演奏するというときに、はい、彼らの作品はホールで鳴らすとうねりのようなものが生じるのです。でそのうねりを抑えないといけないと、はい、でドビュッシー、ある作曲家なんていうのは、うん、パレットの絵の具を幾重にも塗り重ねたような複雑なハーモニーの組み合わせで成立していますから、ホールとの相性によっては過剰な響きで音が濁ってしまう恐れもあります。はで、あるいはこれがモーツァルトだと、もっと明快でシンプルな美しさを表現すればいい、原色を使った絵画とでも言いましょうか、このような楽曲は空間による響きの差をさほど気にしなくて済むのですっていう風に言っていて、まあ、その音楽ホールによって音の響き方が違うらしいんですよ、はいはいはい、それをしかもその作曲家のパターンとかにもよって響き方が違うと、それをこの絵に例えてるんですよね。うわ、こういうなんかスライドが滑らかでかっこいい、おしゃーみたいな、なんかおしゃれだしその教養ってまさにこれかっていう感じがしますね。確かにね、俺もなんかショッピングモールは笑い声抜けるから、受けてないっていう気分になるけど動揺するなみたいなのは、あでもやっぱそうなんです、やっぱ響きあるんですね。いやそれで響きは多分全然、はい、多分こう空間抜けてたら、もちろんこもらないんで、抜けてっちゃうから、あ笑っても笑ってもどん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 上に響いちゃうので、そうそう、やってるその側の芸人さんまで届かないと。でもそれでも笑ってくれてるけれども、うん、それでも最初は笑い声、劇場ってこもってるじゃないですか、はいはいはい、だからドーンってダイレクトに笑い声聞こえるけど、ああだからなんかめっちゃ受けてないけれどもって思っちゃったりとかした時あるんですよ、はい、でもそれはそういう感じだから、はいはい、あ全然そんなことない、見てれば笑顔だし、うんうんうん、そういうのはもしかしたらあるかもしれないですね。なんかこうそんなに美しく表現できないですけどいや表現していきましょうこれから、でもなんかそのすごく高尚なそのクラシックの、うん、国際コンクールで、ピアノコンクールどんどん賞を取ってらっしゃる若い芸術家の方っていうと、すごくこう自分の中でこの人と私は違うかなと思うんですが、うん、こうやって丁寧に書いてくれると、なんか私の生活の延長線上にもこの人の演奏はあるのかもって思わせてくれそうですね、うん、まさにそうですね、うん、やっぱり言葉は音楽ってなんか聞ききれないところが僕は正直あるんですけど、うん、言葉だったら丁寧に言ってくれるとちょっと辿っていけるような気がするし、うんうん、題材もものによっては身近なものを挙げてくれればぐっと身近になる、うんうん、それで言うとですね、はい、これ読んでるとペペロンチーノが猛烈に食べたくなるというところがありまして、ペペロンチーノの話、はい、パスタなんですがちょっと読みますね、はい、私はペペロンチーノを愛してやまない、うん、それまで食べたペペロンチーノの中で頂点だと思っていたのが、うん、ルツェルンのレストランのものだと、で、でもそこの、まあ、イタリアのあるレストランで新しく食べたペペロンチーノは、そのルツェルンのものと双璧をなすくらいで感銘を受けたと。でここから描写が始まるんですが、とてもシンプルな味付けにもかかわらず、ニンニクが特別なのかオリーブオイルが良質なのかわからないが、一口食べたらエネルギーが湧き、もう一口食べたら神秘を感じ、うん、さらに一口食べると恍惚とする、うん、あっという間に平らげてしまったが、これがまさにまた食べに行きたい
と思わせるものだった、うん、これは私も見習わなければ、うん、我々ピアニストもどんなに素晴らしい音解釈伝じようともまた聞きに行きたいと思ってもらえないと生きていけないのだ、うん、というですね、ペペロンチーノのうまさをもう彦摩呂さんもマサオみたいな感じで例えながら、ね、ナチュラルに音楽に行くっていう、そうですね、一口食べたらエネルギー、もう一口神秘、さらに一口食べると恍惚とするいやー、神秘食べてみたい、食べたいですよね、食べたいですし、そのね、ペペロンチーノをこうイメージした藤田さんの演奏も聞いてみたい、うん、そうなんですよ、これ演奏旅行の中にこうスッと入ってくるので、あ、この前後で演奏しながら、そして夕飯をすごく楽しみにされてこの表現が出てくるんだなっていう、エッセイをこう順番に読んでいくと、はい、その流れの中で読めるんですよね、藤田さんの演奏旅行とか、そうした中で読めるので、なんかこのペペロンチーノも今ちょっと取り出して読んだんですけど、はい、実際はこの演奏旅行の中でここがクッと入ってくると、よりこの音楽に対する思いっていうのが、あのヨーロッパ各国の中でプレッシャーを感じたりとか楽しんだりしてる中でのこの料理だなと思うと、お食事だなと思うと、より味わいが深いと思います。すごいね、ペペロンチーノ食べてさ、すぐ自分のこの仕事に還元できるっていうのがやっぱすごいな、すごいですね、もう常に音楽のことを考えながら生活すると、ね、ペペロンチーノも音楽につながるんですねあ、興味深いですね、興味深いです、はい、とってもいいエッセイなので、はい、ぜひ読んでみてください、読んでみます、うん、ということで今回も盛り上がっている間にお時間となってしまいました。助真さん、告知などはありますか。はい、引き続きになるんですけれども、TBS のポッドキャストで、作家の宮田真奈茂さんと、番組を行っています、本の話をするブクブクラジオ、毎週金曜日18時配信なので、気になる方はぜひ検索してみてください、よろしくお願いします、はい、あの X でよく宮田さんとこうやり取りされている様子を、はい、拝見するんですけど、はい、めちゃくちゃ2人は盛り上がってますね、はい、本の話でもいつもふざけてますね、そうですよね、はい、うん、いや、ということでぜひブクブクラジオもお楽しみください。助真さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、月曜から遊び話でした。
メッセージを紹介します。その前に改めまして、番組内でメッセージを紹介した方にはステッカーをプレゼントしています、うん、はい、そして4時以降に読まれた方にはナイトバージョンのデザインでお送りしています、はい、ということで今日のメッセージテーマ涙です。さいたま市のおはぎちゃん37歳女性の方です。レンゲさんかんさんこんにちは。こんにちは。4歳の娘はことあるごとに泣いてどうにかしてやろうという魂胆が見え見えで嘘泣きも多くなりました、うん、ある日6歳の兄と意見が合わずじゃんけんにも負けて何々したかったのにえーんえーんと怒り出したんですが、うんうん、一向に涙が出ないので無理に泣かなくていいよと諭したら涙出なかったわえへへと急に開き直ったので、うん、おかしくて大笑いしてしまいました、うんうん、かわいいなぁ。可愛いね、嘘泣き。しばらく見てないね。嘘泣きって大人になると見ないですけど、うん、なんか昔そのなんだろう、なんか政治家の方が嘘泣きしてるシーンとかっていうのが話題になったニュース。嘘泣きっていうかなんかもう号泣してね。号泣か、うん、あれは号泣だったのか。そう、あもうなんか異常なね泣き方。あ、そっか、うーんっていう結構激しい泣き方だった、うん、ありましたね。急に可愛い泣きから思い出しちゃいました、うん、相模原市のラジオネームクーリノワーリさん50歳男性の方です。はい。40代を経て50歳になってみて涙腺は緩くなる一方です、うん、友情、成長、挫折、葛藤、何でも泣けます最近はなぜか懐かしのアニソンで泣きます。あ、全く悲しくない曲でも明るく楽しく元気な曲でも、うん、鼻の奥がツーンとしてきて涙出てきます、うん、最近では北斗の拳のオープニングテーマタフボーイで泣けましたすごいよ。ここでお聞きくださいタフボーイです。お聞きいただいているのは、ラジオネームクーリノワーリさんが聞くと泣いちゃう曲、トムキャットのタフボーイです。泣いちゃうような曲には聞かないですけどそうなんですよね、うんうん、このイカれた時代へようこそ君はタフボーイ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 今ももしかしたらなんかこれ聞いてるから。そうですね、泣いてるかもしれない。もうツーンと涙が出ちゃうかもしれません。確かにアニソンとかはやっぱねあの頃の記憶がバーって蘇ったりしますもん、うん、そうですね、うんうん、結構もういろんな涙腺あるんだありますね。みんななんか私が知らないだけでいろんなところで泣きながら暮らしてるのかな。そうよ、意外とそうですね、うん、全然涙活はいいみたいよ。いいですか、うん、じゃあまたスタジオで涙活させてもらいます時刻は4時30分。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。
東名高速道路上りは御殿場インター先の白旗トンネル付近での事故の処理終わりました。さらに上りは大和トンネル付近で15キロ50分、中央道上りは特に小仏トンネルで17キロ45分、関越道上りは高坂サービスエリア付近で32キロ1時間10分、千葉の京葉道路上りは穴川で7キロ30分です。首都高速道路は三郷線の下り小菅ジャンクション付近で工事が行われています。この影響で中央環状線の内回りは小菅ジャンクションで4キロ25分、三郷線の下りは八潮付近、事故のため5キロ半貨幣からは45分です。神奈川の国道246号を上り座間市中原交差点付近、事故のため4キロ、埼玉県内では埼玉市内のマラソン大会に伴う交通規制は解除されました。以上です。長谷川真紀子さんでした。次の交通情報は5時24分ごろにお伝えします。続けて今日のお天気です。気象予報士の座間妙子さん、お願いします。お願いします。東京赤坂まだ 11.9 度ありますね、うん、はい、今日の東京都心は 12.7 度まで上がりました。関東地方はこの後も穏やかに晴れそうです。この先ですね、明日と明後日も日差したっぷりで過ごしやすい陽気になる予想になってます。ただ1日の気温の差が大きくて、東京は明日の最低気温が3度、はい、普通に寒いですね。最高気温が16度、今日よりもう3度くらい高くなる予想になっています。朝はダウンコートが必要な寒さですけれども、昼間はもう日向では上着なしでも大丈夫くらい、レンゲさんがね、あの TBS に来る頃には薄い上着くらいでももしかしたらいいかもしれないですね。そうですね、ちょっと難しいですよね。水曜日も19度予想で、木曜は曇りですが20度の予想になっています。気温でいうと木曜の方が若干高くなる予想なんですが、晴れるのは木曜よりも水曜日なので、今週やっぱり水曜日が一番過ごしやすい天気になりますね。洗濯にもお出かけにもぴったりです。でその後金曜日土曜日は13度前後で今日くらいに戻るんですけれども、はい、今度日曜日に再び18度で、来週月曜日19度と、はい、あのまた気温が高くなって、来週月曜日はね、菅さんも暑いって言ってくると思います。あったかい方が嬉しいんだよね。でもね、そうですよね、うん、でもなんだか洋服は本当にいつ冬服から春服に切り替えようって考えちゃいますね。そうなんですよ、このままね春が来るわけではなくて、うん、そうっすよね。そうなんですよ、絶対また寒くなるって。そうですよね、来週半ば今度水曜から木曜くらいは雨か雪になる可能性も今のところまだあって、雪になるってことは寒いということで、はい、来週の後半くらいにはまた冬が戻ってくるっていう感じになっていて、行ったり来たりなんですね。そう、ちょうどね三寒四温とも言いますけれども、季節がそろそろちょっと春に変わってくる、ちょっとね気温や天気のがコロコロ変わりますので、ね、雪も気をつけないと。そう、先週もねいっぱい降りましたけれども、大変でしたね。はい、またね、まだね雪の積もってる地域の皆さんもいるかと思いますが、十分に雪崩などお気をつけください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。気象予報士の座間妙子さんでした。この後はリスナー参加型企画オプチャでコネクトです。
コネクト。オプチャでコネクト。この時間はより良い本の循環を目指して、バリューブックスの提供でお送りします。ここからは番組公式の LINE オープンチャットを活用したリスナー参加型の日替わり企画、オプチャでコネクトです。 LINE のメッセージをご紹介した方にもステッカーを差し上げています。読まれた方は番組のメールアドレス、connect@tbs.co.jp までお名前、住所をお書き添えの連絡ください。それでは早速参りましょう。月曜日はこちら、メンバー2007人に聞きました。毎回テーマを設定し、現時点でオープンチャットに参加している2007人だけのランキングを決めちゃおうという企画なんですが、今回いつもとちょっと、いやちょっとどころではございません。かなり違います。というのも今回なんとバリューブックスさんとのコラボ企画なんです。わーい、ありがとうございます。あの、個人的にもずっとお世話になっているバリューブックスさん、普段からよく使っているところなので本当に嬉しいです。ということで、今回は本にちなんだこちらのテーマです。去年1年で何冊の本を読んだ。どうなんでしょうね皆さん。あのバリューブックスさんはコミックも取り扱っている会社なんですが、今回はあえてコミックは外して、活字の本を何冊読みましたという趣旨のアンケートです。なるほど、はい。あの、私今日活字の本何持ってたかなっていうのを、あのカバンの中から出したら、はい、一冊が遅れ毛で風を吹きれ、古賀千佳子さんの、エッセイ、エッセイ、ね、が一冊と、そして、秀島文香さんのなぜか聞きたくなる人の話し方、まあ、本当にあの話し方を勉強しようということで、なんかあのちょうど読んだところに今居酒屋さんの、なんていうんですかね、このお手元の割り箸入れがちょうど、付箋の代わりに入ってます、はい、しおりの代わりに、はい、あ、いつも持ち歩いてるのね。そうですね、2冊1冊ぐらいは持ってたりすることが多いですね。結構読んでんじゃない、レンゲさんは。うーん、本割と好きなので、なんか買って読むんですよ、なんですけどどんどん増えちゃうので、それをどうしようかなっていうのが常に戦いではありますね。だからバリューブックスさん使ってる。そうなんです、バリューブックスさんで、あのもう段ボールドーンとこう用意して、それに売りたい本をダダダダダとこう詰めて、持って行ってもらって、後ほどこう査定の、金額がメールで来るみたいな感じで大変お世話になってます。いや、俺昔は読んでたんだけど、今もう漫画を読むから、それこそ仕事でも読むから。そうですよね、あの今はもう漫画に振り切っちゃってますね、だから活字の本ってなるともう僕はもうめちゃくちゃ少ない。ちなみになんですけど、はい、今日ね、アンケートの中ではコミック外してるんですけど、菅さんもし読んでなかったらおすすめの漫画というのを一冊私個人的に持ってきまして、あの瓜野紀子先生のインターネットラブっていう BL 漫画なんですけど、ご存知ですか。いや、これは読んでなかった、ね、ちょっとよかったらぜひ読んでみてください。あ、ちょっと読んでみるね、はい、あのお借りするね。じゃあ男の子が、5年間ネットストーキングというか、ネット越しで見た男の子に片思いをし続け、その恋がどうなるかっていう話なんですけど、主人公の男の子が、ネイリストで、あのギャルの男子だったりするので、ちょっとやっぱりギャルといえば菅さんかなと。はい、面白そう、面白い漫画だったのでよかったら読んでみてください。読んでみる、はい、ということで、今回はリスナーの皆さんから自由に寄せてもらった回答を10冊以下括弧0冊を含む、30冊以下、50冊以下、100冊以下、100冊以上で集計しました。これ誰が多いだろう、これだとレンゲさんは。私は50冊は読んでる、あの読み切っているわけじゃないものも入れさせてもらうと50は行くので。もっと行ってんじゃない、だから100冊以下、100冊以下以下以下か、そうですね。でもそっか、本だもんね、活字だもんね。だって3日とかで1日で1冊読むって結構大変じゃない。そうですね、なんか物にもよるんですけど、何日もかけて読む本と、もうその
買った20分でパッと読んじゃう本といろいろですね。100冊以上ってなったら相当な読書好きだよね。でもどうだろう。ということでオープンチャットのメッセージ紹介します。葉月さん、ちゃんと数えてはいないんですが、だいたい20冊くらいじゃないかと思います、ジャンルとしては小説、実用書、エッセイなどが多いかなと、昨年出た本ではないんですが、一番読んでよかったと思う本は瀬尾舞子さんのそしてバトンは渡されたです。もともと映画から入ったんですが、原作も読んでみようと思って読んだら映画といろいろ違う部分があったものの号泣でした。これ小説ですね。小説20冊ぐらい。20冊、わらびさん、昨年は599冊読みました。めちゃめちゃ多いよ。翻訳小説が好きで、去年の一押しは女性同士の友情と台湾の美味しいご飯を描いた、楊双子さんの台湾漫遊鉄道の2人です。すっごい読んでるからね。すっごい読んでますね。1日2冊ぐらいのペースでですね。だから常にカバンに1冊以上本が入ってるんじゃないですか、わらびさん。カレー星人さん、一冊も読んでいないことに気づいて愕然としました、かつては年間100冊くらい読んでいたというのに、ということで今年の目標は本を読むです。私もでもね、本読むのって時間かかるし、忙しいと大変なんだなって分かるようになりました。そうだよね、働きながら生活しながら、あと育児をしながらとか、まあ、本読むって結構気合い入れますよね。どっかのルーティンに組み込んでるんだよね。そうなんですよね。俺高校生の頃一番多分読んだのかな、でも電車に必ず乗るじゃん、はい、その帰りとか行きはまあ無理か、帰りとかに読んだかな。どんなの読んでたんですか。俺ホラー小説ばっかり読んでた。俺映像が見れないから、頭の中だったら大丈夫、もうびっくりさせてこないじゃないですか。まあまあまあそうですね。そう、だからでも文字だとそこまで怖くないけれども、その世界観は分かるから、好きだったんですよね。ホラー小説って例えばどんな話があるんですか。でもリングとかもそうですね。なんか私も読んだ気がします、子供の時。そう、意外と小説いっぱいありますよ。多分ホラー映画とかも多分小説原作いっぱいあるんじゃないですか。いいですね、ホラー小説。ということで、それではアンケートの結果をランキング形式で発表しましょう。30冊以下が1位じゃない。どうですかね。50冊以下か。うん、そのぐらいじゃないかな、じゃあ、リスナーの皆さんの結果を発表していきます。第5位は100冊以上、なかなか大変ですよ。第4位100冊以下。結構いますね。結構いるね。でも私もこのくらいかなとは思います、第3位50冊以下。50冊以下ね。50冊でもかなり読んでいると思います。あ、じゃあやっぱ30冊以下が1位じゃない。どうでしょう、第2位30冊以下。お、なってことは、ということは、オープンチャットのメンバー2007人に聞いた去年1年間で何冊の本を読んだ最も多かったのは10冊以下。どうすんの、まだ助真さん聞いてたら、ほら助真さんがもう本なんかもう1000冊ぐらい読んでるっていう。そうですね、だから私たちがまだ読んでない本を先に助真さんが読んでくれて、こんな本だよって紹介して、その年間の10冊以下の中にこう1冊ずつ入れるとか。そうだね、感じですかね。やっぱ本離れが結構起きてるのかな。なかなか俺も読まなくなっちゃったもんな、もう。ということで、メッセージを紹介します。教授さん、5冊程度です。必ず買うのは 村上春樹さんの作品、TBS ラジオ番組関係の本ですが、ラジオを聞きながら読んでも入ってこないので、病院の順番待ちとか機械と時間が限られてしまうのが辛いところです。そうだよね、確かに。あとそうなんですよね、私読み終わる前から次の本買うタイプなんですよ。積んじゃうんだ。積んじゃうんです。だからまあ読んでる冊数も増えるのかな。ノスタルジー鈴木さん、
毎日欠かさず本を読んでいますが、最初から最後まで読むということに固執していないので、一部だけ読んだ本も結構あります。きちんと読み終えた本はおよそ40冊、かっこ月3冊前後です。なるほどね。はいはいはい、私もその数字で言うとかなりぐっと、変わるような気がします。あ、その読みかけとか読みかけとか、早寝早起きさん、小説は100冊くらいです。はあ、2023年の一番を決めるのは難しいんですが、山野辺太郎著いつか深い穴に落ちるまでは今まで味わったことのない衝撃作で強烈に印象に残りました。最後はと思わずでかい声が出て、そして大笑いしました。さすが笑いになっただけのことはあるなとおすすめします。気になるね。気になりますね。どんな本なんだろう。わかんないな、なんか思わずでかい声が出て大笑いするっていう、これは気になりますね。活字でさ、そこまでさせるってやっぱすごい。すごいですね。いや漫画ばっかりだからな、ね、でも漫画もやってるんですもんね。漫画も、はい、アリブックスさんはやってらっしゃいます。漫画だったら俺800くらいは読んでると思うんだよ。すごいですね。もう多分ね、ということで、今回も多くの皆さんにご参加いただき本当にありがとうございました。ここでバリューブックスからのお知らせです。バリューブックスはより良い本の循環を目指して様々な取り組みを行っている会社です。インターネット上での古本の買い取りと販売をメイン事業とする一方、書店がない地域に本を届ける移動式本屋のブックバスや、古本を送ることで寄付ができるチャリ本など、様々なプロジェクトに挑戦しています。バリューブックスの通販サイトは古本だけではなく新刊の書籍も取り扱っていますので、ぜひ一度バリューブックスの通販サイトで気になる本を検索してみてください、そして今回 TBS ラジオ今日は一日バリューブックスの日として、今月2月29日木曜日までに本を送っていただいた方に買い取りの際の送料無料クーポンとコネクト荻上チキセッションアフターシックスジャンクション2の3番組と TBS ラジオのロゴをあしらった特製トートバッグをプレゼントします。すごい、古本の買い取りをお申し込みいただく際にキャンペーンコード TBS954 アルファベットの大文字で TBS そして数字の954と入力してください。なおプレゼントの発送は3月下旬からを予定しています。詳しくはコネクトの公式 X またはバリューブックスの SNS をご覧ください。以上オプチャでコネクトメンバー2007人に聞きましたでした。
お送りした曲は宮内優里で読書フィーチャリング星野源でした。コネクト。コネクト。オプチャでコネクト。この時間はより良い本の循環を目指してバリューブックスの提供でお送りしました。コネクト。コネクト。コネクト。今日のメッセージテーマは涙です、埼玉県のラジオネーム迷えるアリンコさん、はい、石山さん菅さんこんばんは。こんばんは。二時台のメッセージの、コメントの中でレンゲさんが歌われていたさよなら友よは、うん、埼玉ローカルではないと思いますが私も中学校で歌いました。おお、卒業式の歌でこの歌が一番心に残っていて今でも春が近づくとあ心を移して空の色心を移して空の色とつい口ずさんでしまいます。この春我が家の末娘が中学校を卒業します、うん、彼女は2年生までなかなか学校へ行けない時期があったんですが、はい、この1年間は頑張って学校へ行き今高校入試へのラストスパートで毎日遅くまで勉強を頑張っています、うん、えらい娘の苦しい時期を見てきたこともあり来月の卒業式はきっと泣いてしまうと思います、うん、高校では全く新しい環境になりますが元気に学生生活を送ってほしいです、うん、うーん、あー、いいお話ですね。悲惨でいけと声がしますよ。ちょっと分かる聞いたけど分かんないんですよね。みんな分かるかな。あれだよね、定番っていうかあの今別れの時じゃない。なん飛びた後そう胸に響いてみたいな、そっちのイメージが、とか大地三章とかそっちのイメージ。あー、大地三章も歌いましたね。でもまあいい歌ですね、うん、はい、いい歌です、迷えるアリンコさん。私もあの中学校とか小学校とか行けないタイミングも結構あったんです、うん、ちょこちょこ休んでたんですけど、うん、本当にあの卒業おめでとうございます、ね、おめでとうございます、うん。
今日のメッセージテーマは涙です。滋賀県のラジオネーム鶴亀さん、65歳男性の方です。レンゲさんのおもらし涙で思い出しました。おもらし涙、うん、ボボボボボ、大昔のテレビ暴れ発着で、主人公の発着がおもらしして泣き出した女の子に、頭から花瓶の水をかけてごまかし、先生からも親からもむちゃくちゃ怒られながら、理由を一切説明しない名作がありました。はいはい、今思い出しても涙が出ます。優しい。なんとなくその暴れ発着のイメージですけど、とにかく元気でわんぱくでやんちゃな男の子なんですよね。粋だよね。粋ですね。私も誰かが頭から花瓶に水をかけてくれれば、でも広がっちゃいますけどね実際。もう大量ですから花瓶は。コネクト。コネクト。コネクト。時刻は5時になりました。TBS ラジオからお送りしているコネクト、石山レンゲです。月曜パートナーパンサー菅良太郎です。ここからは曜日代わりの企画コーナー。月曜日はこちらです。クイズ、本物は誰だ。エレベーターの匂いが好きなのは誰だ。A さん B さん C さん3人のエレベーターの匂いが好きな人が電話で登場。そのうち本物は1人、残りの2人は偽物。偽物は本物らしく、本物はより本物らしく。クイズの回答者は心の目と書いて心眼を持つ男、パンサー菅良太郎。ズバリ本物のエレベーターの匂いが好きな人を見抜けるのか。いやもうこれはあれですよ、私っていうよりはこれはもう偽物がとんでもなく緊張してると思う。そうでしょうね。これから嘘をつく人が、この電話、お三方つなぎますけど、必ず二人いるんですよ。今からエレベーターの匂いが好きって嘘ついてくださいって言われる。楽しみですね。それでは早速電話がつながっています。まずは自己紹介を A さんからお願いします。はい、油圧式のエレベーターの匂いが大好きなゆかです。よろしくお願いします。油圧式エレベーター、ゆかさん。はい、ゆかさんよろしくお願いします。はい、続いて B さん。はい、搬入用エレベーターの匂いの好きなハリーです。よろしくお願いします。俺搬入用でもう笑っちゃって名前聞こえなかったです。すいません、もう一回よろしいですか。名前ハリーと申します。ハリーさんね。はい、搬入用が好きなんですね。そうです。ありがとうございます。続いて C さん。はい、カラオケ歌広場明大駅前店のエレベーターの匂いが好きなさんです。ちょっとニッチすぎるって。カラオケ歌広場、ね、ニッチなお題でニッチなこと言ってきてますよ。明大駅前ですか。明大駅前です。明大駅前のエレベーター。ごめんなさい、名前を聞き忘れる。これ毎回何さんでしょ。ハッソです。ハッソ、ハッソと申します。ハッソさん、ハッソさん、よろしくお願いいたします。A のゆかさん、 B のハリーさん、 C のサッソさん。ファーストインプレッションはちょっと難しすぎるけれども、なんか搬入がちょっとまだなんとなくこう、まだ俺がなんとなくまだ分かるというか、油圧式とかあるんだっていうのは知らなかった。私油圧式エレベーター好きなんですよ割と。
え、何、油圧式ってそんなベタですか？あのすっごい結構珍しいんです。探してたまにあるとここ油圧式じゃんってなるんですよ。え、はい、そうなの？そうなんです。ちょっと楽しみ。でもだからハリーさんかな、とりあえずはね。とりあえずはそうですね、うん、ということで、それではクイズ、エレベーターの匂いが好きなのは誰だ、スタートです。まずじゃあ普通にエレベーターの匂いってどんなのでしょう。もう A のゆかさんから。あ、はい、私はあのさっきレンゲさんがおっしゃっていた油圧式っていうエレベーターが好きで、はい、エレベーターっていうのは、大きく分けてロープ式と油圧式っていうのがあって、はいはい、ロープ式はあのエレベーターの箱をロープで吊り上げてるんですけど、そのイメージでしたよ、うん、それが多いんですけど、はい、あの油圧式っていうのはそのエレベーターのパイプを油で動かしているので、うん、すごい油の匂いがするんですよ。油の匂いっていうのはあの、はい、日常的に僕らが感じるような油の匂いって例えばじゃあガソリンに近いとか。あ、そうですね。あと一番わかりやすいのが、はい、あの東京ディズニーシーにセンターオブジェアスっていうジェットコースターがあるんですけど、はい、この乗り場に行くまでにエレベーターがあるんですけど、はいはい、あのこの匂いが油圧式です。そうなんだとしか、その一番わかりやすいのがめちゃめちゃわかりづらいんですよ。ディズニーシーも行ったことがあるんですけど、そこの匂いどんな感じだったんだっけと思ったんですが、あの油圧式エレベーター好き、まあ、あの私はにわかなんですけど、ゆかさんにちょっと一つお伺いしたいのが、はい、油圧式で、まあ、関東近郊とかだとどこが他いいよとかあります？あの銀座にある銀座博品館っていう、はいはいはい、おもちゃ屋さんのところは結構有名な、はい、油圧式のところです。あ、そうなんですね。ちょっと行ってみます、はい、あの横浜大桟橋の駐車場、あ、駐車場っていうか、うん、あの中も確か油圧式だったんで、ゆかさんよかったら見に行ってみてください。 ありがとうございます。いや、なるほどね。だから匂い的には油っぽいとしか言いようがない、うんうん、です。結構独特な感じの匂いで似てるものはないか。まあまあとりあえず OK です。あのじゃあミーのハリーさんは、はい、どんな匂いと言いますか。まあ、今の方みたいに、まあ、うっすらと油っぽい匂いはするんですね、はいはい。で、まあ、人によってはまあ、ほこりっぽいと感じる人もいるかもしれないかなという感じで、匂いで近しいかどうかあれなんですけども、よくボーリング場に入るとこの独特な油の薄い匂いレーンというか、レーンにこう薄く油を塗ってあるみたいな、はいはい、まあ、ボーリング場の匂いも大好物なんですけども、はい、ボーリング場の匂いも大好物だと、大好物なんですけども、はい、濃度としてはあのぐらいの濃度で、で匂いそのものとしては整備工場とか地下鉄の匂いとかその辺の感じのイメージといったら人に伝わりやすいかなと思うんですけど、なんかその工場式の油というか、そうですね、なるほどなるほど、まあなんとなく分かりました、はい、C のサッソさん。はい、どんな匂いなんですかね、ま、そうですね、その B さんがおっしゃってたよりその油とほこりが混ざった匂い、そのまあだから歌広場のが一番僕はそれに匂ったんですけど、はい、そのなんかおじいちゃん家の匂いと僕は似てて好きっていう感じです。おじいちゃん、サッソさん家のおじいちゃん家の匂いですよね、でも。はい、そうですそうです、僕の家のおじいちゃん家の匂い。そう、いやもう、いやちょっと限定がすごいな。どんな言葉で表現するとどんな感じの香り匂いですか？そうですね、うちのおじいちゃんがその機械いじりやってたので、あ、なんていうかその油もやっぱその機械の油というか、はい、ちょっとギトッとしたイメージですかね、やっぱ古めの、うん、そうなんですね。はい。なんか例えばこの匂いに近いなとか感じたことあります？生活してて。そうですね。そのおじいちゃん家の匂いすぎて。おじいちゃん、サッソさん家のおじいちゃん家行ったことねえからな。
あ、まあ、おじいちゃんの匂いですよね。だら僕らもおばあちゃん家の匂いとかってあるじゃないですか、はい、田舎のおばあちゃんの匂いとかって、はい、でも結構やっぱそうなるとやっぱ畳とかお線香とかそっちの方の、そうです、お線香だったり、まあ、感じがするんだよな。ごめんなさい、そのエレベーターの匂いがお好きということなんですけれども、皆さん、エレベーターの匂いが好きということに関してどういう行動をされてるんですか普段。例えば、うん、休日にあのエレベーターに行ってみたいとか、 A のゆかさんからちょっと聞いてみていいですか。はい、私ちょっと今は油圧式じゃなくなってしまったんですけど、はい、近所のスーパーに油圧式のエレベーターがあって、そこに休みの日とか乗りに行って匂い嗅いでたりします。いいですね。休みの日は何往復ぐらいされてたんですか。でもあんまりちょっと長時間いると怪しまれてたので、もうこのもう怪しいですもんね、この後もそうですね、ちょっと時間を置いて売り場見たりとかしながら5往復とかは。5往復ですか。はい、結構行きまれましたね。そうですね。はあ、なるほど、なるほど。ハリーさんは。はい、私仕事柄ですね、はい、年間、まあ、年に15回ぐらい展示会っていうのをやるんですよ。はあ、で、まあ、そこで、まあ、展示会場に商品持ってて、まあ、営業活動するんですけれども、はい、でその大体そのホテルとかコンベンションセンターとか裏手に搬入口、搬入用のエレベーターというのがありまして、はい、まあ、大体地下から搬入して1階2階ぐらいまで上げるような、うん、割とそんな上の方まで上がるものではないんですけども、はい、あれはまあ仕事上、その展示会の予定が入ると、まあ、それが唯一楽しみかなって感じですね。はあ、どんなものをお仕事で展示されてるんですか。機械類なんですけど、大体100キロ前後 の、 機械を持っていくんですけどね。うん、ただ機械の中身言っちゃうといろいろ差し障りがあるのであれなんですけど。なるほど、なるほど。C のサッソさんは。はい、まあその友達とそのカラオケなので、うん、友達とカラオケ行くときはもう絶対にそこにそれはそうですよ、それはもう皆さん通る道ですからね、皆さん通る道ですから、はい、はい、にして、まあそうですね、まあカラオケが盛り上がってきて、で自分がちょっと疲れてくると、まあそのトイレって言って抜け出してうんうん、うん、まあそのちょっと嗅いで懐かしむじゃないですけど、懐かしむ、じゃあカラオケ一緒にやってる友達とかは、あれサッソさん遅いねとかってならないんですか。もうそうですね、もうそれもならないように本当にいっぱい息吸い込んでもああなるほど、なるほど、そう本当にそうですね、すぐ帰ってくるみたいなあ、すぐ帰るんですね、はい、なるほど、了解です。なんだろうないつその匂いが好きだって気づいたんですか、うん、A のゆかさんから。あ、はい、私そのさっき言った近くのスーパーのエレベーターに最初油圧式っていうの何も知らなくて、はい、乗った時にめちゃめちゃすごいいい匂いがするって思って、これ匂いは何だろうと思って調べたら油圧式っていうことに気づきました。それおいくつぐらいの時ですか。8歳とかだと思います。あ、8歳ですか。8歳、はい、子供の頃ってことですか。あ、そうですね、子供の頃です。今ゆかさんおいくつですか。うん、あ、23歳。あ、じゃあずっと油圧式エレベーターが好きなんですね。一回そうですね、その乗った時からだいぶ虜になってしまいました。それで、なるほど、なるほど、まあとりあえず了解です。B のハリーさんは。はい、私は仕事に入って会社に入社してからですけども、はい、半年ほど物流の仕事に就いた時期がありまして、はい、でまあ、そこで入経に出しなんかを、まあ、してたんですけども、1階から中2階までこう貨物用のエレベーターというのがあって、はい、そこのまあ担当で就いてたっていうのもあるんですけども、その時にあれなんかこの匂い懐かしい なんか昔好きだったなみたいなのはまあ、改めて気づいたのはその会社入ってからですから、もう25歳ぐらい、 30年ぐらい前の話ですかね。はあ、なるほど。皆さん長いですね。なんかこうプライベートで、ね、はい、ここのね、その業務用エレベーターが好きなんだよとかっていう、はい、まあ場所は言えないかもしれないですけれども、
あったりするんですか。あ、場所ですか。場所は言えないですよね。そうですね、場所はもし私行ったことないので分からないですけど、テレビ局とかにも搬入用のエレベーターあると思うので、そこでぜひ一度ご賞味いただければなと思うんですけど、ご賞味したことはあるんです私、はい、乗ったことはあるんですけれども、でもなかなかね、なんていうんですか、エレカツっていうんですか、その分かんないですけれどもエレカツとかはできないですよね、なかなかね。そうなんです。なるほど、はい、うん、そうですよね。サッソさん、はい、いつその匂いが好きだって気づいたんですか。もうそうです、今年大学入って、はい、じゃあ今19とか19ですね、はい、19で、うん、まあ、その初めてその、まあ、カラオケ歌広場明大駅前店をご利用した時に、うん、まあ、そのなんか落ち着くなと思って、ね、その後その夏に実家というかおじいちゃん家の方に帰省したんですけど、はい、もうその時にもうその点と点が結びついてこう、ああ俺だから好きなんだっていう、ああそうですそうです、ああなるほどね、はい、違う、ごめん、カラオケ歌広場違うお店は行ったことあります。あ、違うお店も、はい、何回かあります。どうでした。でもなんかそれが不思議としなくて、あ、うん、多分その僕がまだ全然行けてないだけかな。え、その段階にってこと。いや、そういうわけじゃないんですけど、多分その、はい、古い店舗の方が、なるほどね、強く匂い感じるので、あ、新しい店舗だとあんまり感じない。ウイスキーみたいな話してるから、が大事みたいな。え、ちょ待って、これ全然ちょっと分かんないで。え、この3人で偽物います。いやちょっと待って、これだってさ、いやもうなんだろうな、偽物とかとかっていう話じゃないんだよな。すごいよこのマニアックすぎて。そうなんですよ、こっちもちょっと質問思いつかないしまず。うん、いやでもこれどこだろうな。うん、でもなんとなく決めました。はい、じゃあ菅さん、これはもう間違っても知らないだろう、うん、もうよろしいですか。はい、はい、それではクイズ、エレベーターの匂いが好きなのは誰だ、菅さんの答えをお願いします。 A のゆかさん。おー、すごい。 A のゆかさん、8歳から筋金入りの油圧式エレベーターファン。いやずっとね、はい、ハリーさんだと思ってたんですよ。私もそんな気もしてましたよ。うん、ええ、でもね、なんかゆかさんなんかちょっと喋って途中からなんかレンゲさんと喋ってるみたいだなってなってきて、え、はい、伝染好きなね。あ、なんか最初ってこういうのって情報入れすぎてると、はいはいはい、結構あれじゃないですか、あ、調べてきたんだなっていうよりはもうナチュラルにお好きな方なのかなと思って。はいはいはい、はい、なるほど。ということで A のゆかさん、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、じゃあ本当にお好きってことですね、油圧式のエレベーター。あ、本当に大好きです。私油圧式エレベーター乗っててもあまりその匂いに注目してこなかったんですよ、うん、乗り心地とか下から見た時の見た目とかがかっこいいんですけど、うん、匂いがあるんですね。すごい匂いがします、はい、だから俺逆に嗅いでみたいわ。俺油圧式エレベーターの匂いちょっと分かんないっす。いや私もすごい今乗りたくて乗りたくてしょうがないですよ。日本橋の博品館、え、どこのがやっぱり一番好きだなって思ってるんですか。銀座ですか。銀座かセントアグジアスもでもいいのでぜひ。ちょっとその匂いがね。そして実はこの、はい、A のゆかさんは、はい、今日メールを紹介したラジオネームエビカツ目白くさん、あ、はい、最近涙したのは牛丼食べてたか。そうです、友達の SNS を見ながら泣いて、はい、牛丼食べて元気になったエビカツ目白くさんでした。夜中泣いてエレベーターの匂い嗅いで牛丼食べて元気になってる子だ。すいません気持ち悪い。いやいやいや最高ですよ。とんでもない、ありがとうございますよ。でも本当に B のハリーさんはかなりリアリティがあるなと思ったんですけれども、ね、こちらはハリーさんどんなお仕事を、はい、普通に営業職をしてまして、はい、
ええ、あの一切エレベーターなんかに興味はない。じゃなくていいんですよ。でも嘘ですもんね。だってね。まあまあまあ、ええ、でもなんかすごい業務用とかこの年15回とかとかリアルだなと思ってたんですよ。はい、ええええ、イメージの中で膨らませました。じゃあ業務用のエレベーターとか搬入用のエレベーターってあんまり普段乗る機会ないんですか？昔は少し関わったことありますけど、今はまあほとんど乗らないですね。でもボーリング場の匂いっていう発想すごくないですか？それは感じてるんですか？はい、特に感じてないです、ね。ボーリング場の匂い大好物も全く嘘ですか？全くの嘘ですね。すごいですね。大好物だと思って聞いてましたけど、そうそう、すごい説得力がすごいですわ。すごいですね、役者だ。考えてくれたんですね、こういう嘘をつこうって。そうです、2晩ほど考えました。2晩素晴らしい、嬉しい、ありがとうございます。さあ、そしてさあ、そして C のさっささん。はい、これは何カラオケ歌広場明大前店っていうのは。そうですね、その油圧式搬入式ってその A さん B さんがおっしゃった時に、はい、あ、これ違うなって思ったんですけどそこまで考えてなかったのね。そうですね、はいはい、もう何かしら言うしかないっていう風になってしまった時に急に首締まっちゃったわけだ。はい、でとっさに出てきたエレベーターがそのカラオケ歌広場明大駅前です。よく行くんですかここは？あ、でもなんか一回も行ったことなくて。そう、あるかもわかんないの？あるかもわかんないです。すごい天才じゃん。すごいじゃない。そしたら逆にサッソさん天才ですな。もう本当に、だからもうないって言われたらおしまいだったんで、まずそこからドキドキしてて。そこまで知らないでいや、ないはずだよ。ね、もでもわかんないですもんね。俺がもしかしたら住んでるかもしれないから。そうですよね。うん、いや、でもなんかそのとっさについた嘘がめちゃくちゃ自分の首絞めてる感じでしたけど。いや、悔しいですね。あ、本当にはないんだ。ないお店なんですね。はい、本当にはないらしい。あ、本当ですか？ちなみに明大前のあたりカラオケバンバンはある。あ、じゃあバンバンって言っとけばまた。でバンバンって言ったから本当だってのは何だよこれ。なるほど、皆さん素晴らしいですね。ありがとうございます。本当にありがとうございました。うん、ありがとうございました。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 皆さんのあのとっさの嘘が冴え渡ってましたね。いや、だからそうなんですよね、多分本当にゆかさんが油圧式って言ったもんだから、うん、もしかしたらハリーさんも考えたのかもしれない、うん、一気に業務用って。それが2連発できちゃったから架空の宇都広場ができちゃったで、ね、でもよくすごいね、そんなすぐ言える。いや、今日も熱戦でした、はい、ということでクイズ本物は誰だでは出場者を募集しています。懸命に本物は誰だと書いて、自由な発想で自己紹介を書いて送ってください、はい、皆さんのエントリーお待ちしています。以上、クイズ本物は誰だでした。
時刻は5時23分。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁から長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。東名高速道路上りは綾瀬スマートインター付近で17キロを1時間、中央道上りは小仏トンネルで17キロ1時間以上、上りの三鷹付近では事故のため4キロを25分です。関越道上りは前橋インター付近で15キロ半を30分、高坂サービスエリア付近では26キロ1時間15分、そして常磐道の上りは三郷ジャンクションで11キロを30分、千葉の京葉道路上りは穴川インター付近で7キロを35分、東京湾アクアラインの上りアクアトンネルでの渋滞は連絡道へ伸びて合わせて9キロ45分です。首都高速道路は三郷線の下り八潮付近での事故の処理終わりました。都心環状線の内回りは神田橋ジャンクション付近で事故のため1キロ半です。警視庁から以上です。長谷川真紀子さん、ありがとうございました。次の交通情報は5時46分ごろお伝えします。TBS ラジオからお送りしてきましたコネクト、エンディングです。はい、明日火曜日のパートナーはデカミちゃん、3時からは映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物です。町山さんには今週公開にあるアリアスター監督の最新作某は恐れているをご紹介いただきます。ほう、アリアスター監督にインタビューもしている町山さんの感想、お楽しみに。はい、5時からは中継コーナーハローアワー、そしてこの後はネットワークトゥデイ、6時からは荻上チキセッションです。うん、引き続き TBS ラジオお聞きください。はい、お願いします。ということで、うん、先ほどあの北斗の拳の、曲タフボーイの、うん、ね、あの、うん、聞くと泣いちゃうと言っていた、うん、クーリノワーリさんからメールをいただいています。うん、相模原市のラジオネームクーリノワーリさん、50歳男性の方。うん、はい、先ほどはメールを読んでいただいた上、タフボーイまでかけていただきありがとうございます。はい、泣かすよねコネクトは。見る感じ、僕から見える角度全員目カラカラですよ。うん、レンゲさん、カンさんはじめ、はい、X やオプチャでも共感は一切得られなかったようで、なんかどうしようもない孤独感でも人は頬を濡らせるんですね。泣かすよね。累活でタフボーイ聞き直します。うん、今また泣いてるのかな。この曲でまた泣いてるんじゃないですか。うん、今日はね、たくさん泣かすよねっていうわけではないんですけどね。泣かすんだ。うん、はい、匿名の方から、はい、あ、件名レンゲさんが、目指しているラジオ番組という件名で、あ、匿名の方からメールをいただきました。はい、1980年代の初め、スティーブ・ジョブズが初代 Mac を作った時のキャッチコピー、はい、世の中に取り残された私たちのためのパソコン、うん、The Computer for the Rest for Us でした。レンゲさんが目指しているラジオもそうなのかなと思いました。The Radio Program for the Rest of Us、 世の中に馴染めない私たちのためのラジオ番組。あ、なるほど、ジョブズなんだ。ジョブズです。レンゲさんはジョブ山です。ジョブ山。スティーブジョブ山でございます。ね、ジョブ山レンゲなんだ。そうですね。ちょっとじゃあ来週は黒い服着てこようかな。ああ、そういう、すごくかっこいい言葉ですね。そうですね。ああ、いや嬉しいです、ありがとうございます。ガレージから始まったみたいな感じでしたもんね。うん、ガレージから始めていきましょう。いきましょう。コネクトと石山レンゲとパンサー菅良太郎でした。それではまた明日にコネクトです。バイバイ。バイバイ。